それでは文化会を再開いたします道端委員から質疑追加の申し上げがありましたのでこれを認めることし質疑の順番は17番といたしますそれでは9前年に引き続きまして質疑を行います井上委員どうぞ えっとあの一律保育園の先ほどもちょっと話ありましたけど民間移管計画についてですね、えー、まあ現在、市内の認可園について一律と民間園それぞれの数字が何回ずつあるかちょっとご紹介いただけますでしょうか荒木市長市営保育所が今4月日現在で17か所ございまして民間の保育園認定こども園が、えー と、二百八十百十七、二百六十三回になります。井上委員。で、先ほどもですね、え修学院とか、数人とか、いくつか名前上がってましたけども。あの、一律保育園のこの将来計画というか。ああ、京都市は、ど、どうしようと思っていらっしゃるのかね。その、そこのところの。将、将来的な方向性についても、今、の時点でのお考えを、ちょっと明らかにしておいてもらいたいんですが。荒木市長。 えー保育所を含めました福祉施設におけますあの公民の役割分担ということでございますがこれまであの京都市では財政面だけではなくてですね平成17年2月の社会福祉審議会の党首の皮切りにまあいろんな形で検討を重ねてきておりますまその結果民間に委ねる武器ものは委ねていくとで、公はその実質責任を側面から果たしていくといった新たな仕組みづくりを進めるなどによりまして 民間活力を生かして多様なまあニーズ保育ニーズに応えていくということで考えておりますまそういったことから民間の保育園まあ京都市は特にあの整市の中でもあの多くの民間保育園が保育を担っていただいているというところでございますあの多様な保育と言い,いますかそれぞれがそういう方を凝らした保育を支援していただいてますので 民間,に頼るあの民間にお願いできるところについては、民間で運営をしていくと、これがまあ私ども、今現在のまあ保育行政といいますか、市営保育所のまあ今後の方向性の考え方、基本になっているところでございます井上もしねこの、進めていこうという考え方もあれば、あ一定は残していこうという考え方もあ,るかあろうかと思うんだけども、じゃあ、もし仮にね、あのー、一定は残していこうと。 いうふうに、えー、仮定した場合、そういう立場の人にとっての,です、ね、あの歯止めというのは何かあるんでしょうか、例えば行政区で1箇所は最低残していこうとか、ねあのー、最低何か編は確保すべきだとか、その歯止めみたいなことについては何かあるんでしょうか。そのの箇所数でで例えば行政区、まあ、京都西京にもございませんので 過少数で歯止めとそういう考え方ではなくてです、ね、私ども、公営保育所市営保育省、まあ、公営であるからこそ必要であるということで言いますと、これ、基本方針のまあ改定版にも載せさせていただいているんですが、例えばあの虐待の早期発見、早期対応、まあ、それの未然防止であろうとか、ですね、まあ、障害のある子どものまあ受け入れでありますとか、まあ、あのそういった民間では、直ちには実施が今すぐはできないということについては、積極的に市が。 まあ役割機能になっていくということになってまいりますので、例えば以前ですと年度途中の入所が支援保育所大きな役割はあったんですが、今はもうあの民間保育園でも年度途中かなりたくさん多く受け入れていただいてますので、そういったまあ時代時代に応じてですね支援保育所の役割というのもまあ変わっていく、まあ、検討していく必要があろうかと思いますので、今の段階、そういう歯止めとかこうしますという形ではなく、不、ま、断、あ、な検証を行っていくという姿勢であの私どもは取り組んでおります。イ ああだけど民間でもね、虐待時対応であったり、障害時の対応であったりはね、あのー、直ちにできにくいとおっしゃるけれども、頑張ってもらってるとこいくらでもありますやん。ということはね、逆に言えば、あの歯止めは何もないということですよその、時代に応じてやね、民間もしかも頑張ってくれてはると、民間にできることは民間にと。 どこまでができてど,どこまでができないのかなんて線引きは結局あなたたちの恣意的な判断一つですわちょっとね僕はね、あのー、少なくともねあの今の一律についてはあ一律としての役割を発揮してもらいたいという立場なんだけども今のお話であったらねもう再現がないというかあ究極的にはもう全部なくしたって別に論理的には理屈的には構わないみたいなものの言い方というふうにしか僕には聞こえない。 あのやっぱり僕はねあの、その市の機関ですからあの、園長先生が児童相談所におられたこともあるかもしれないと、お福祉文書におられたこともあるかもしれないあの、そういう意味での行政機関、京都市としての機関の一つという意味での保育所の独自の役割っていうか、あのさっきもおっしゃった、いろんなあの困難を抱えた、援助の一層必要な子どもさんなんかもいらっしゃる場合にですね、 実やや務所やらあ,のあるいはシングルマザーのお母さんの相談に京都市総体としていろんな各機関が連携取り合いながら助け合う応援するとまあこういうこともいろいろあろうかと思うんですで子どもの貧困対策だとかね貧困の調査だとかまあこういうこともあなたたちの大きな市としての役割になってるわけだからあのそういう意味で僕はやっぱり公立としての独自の意義なり位置づけなりね 役割を発揮してもらいたいと改めて思うわけで、少なくともこれ以上の民間移管はすべきでないと、改めて公立の役割ということに、ね、光を当てて思うんだけど、いかがでしょう荒木市長、えー、繰り返しになるんですけど、時代時代に、まあ、その時の社会情勢等に応じてです、ねあの、やはりその、えー、市営保育所の役割っていうのもやっぱ変わっていくのかなと。 これはやっぱ検証は引き続きずっとまあしていく必要があるのかなと思ってます。先ほど井上委員からもございましたが、本当に民間保育園さんもですね、あの虐待事例ありますとか、そういった非常にあの大変なまあご家庭にもついてもですね、親支援も含めて対応いただいていると、まあそれも時代の状況変化なのかなと思ってます。まあこれについては引き続き普段の検証を行っていきたいと思いますし、先ほどございましたあの子供をまあ守り育んでいくまあ指導者として取り組んでいくっていうのは。 私ども子ども博士局もそうですし、区役所、市長に設置をしております博士室もそうですし、まあ、行政も一緒になって、民間と一緒になってまあ取り組んでいくと、えー、そこでまあ市営保育所の役割もございますし、民間保育所の役割もある、そのようなことを考えながら、今後は考えていくことが必要があるのかなというのには考えておりますので、えー、またこんだけ必要とか、こんだけは必ずするとか、そういったことはえまあ、社会の流れの中で考えていくべきなのかなというのには考えております。<a> <coughs> あの京都ではね、まあ、あの自治体によったらあの効率がたくさんあって民間があまりたくさんないところもあれば全く逆に効率が少なくて民間がたくさんあるところで、ねまあ、京都で言ったら、まあ、前鶴と綾部なんかでも全然そういう意味での性格が違うとか、ねあのまあ、京都の場合さっきおっしゃったようなまあ比率になってるわけだけども僕はあの特に京都市内の場合は。 この民間の特殊化の皆さんというか、選択者というか、パイオニアというか、先駆者の皆さんがね、本当に頑張ってあの京都の保育を,を作ってこられた、今も支えていらっしゃると、そういう、本当にまあ尊敬に値するというか、そういう認識というのは京都市はお持ちなんですか荒木市長 あの委員がおっしゃっていた通りですね、あの本当に長年にわた,わたって京都の保育を担っていただいている、本当に多くの民間の保育の先生方になっていただいていると思っていますし、他、えー、に子どもを見るということではなくて、ですね素晴らしい保育を実践いただいている、それも縁によって、まあ、その地域の特性とも生かしながら、保育を凝らしてやっていただいて本当に私どもそれには感謝もしておりますし、今後ともまあそういった民間の保育の先生方とは連携しながら、まあ、子育て環境日本一を目指していきたいというふうに考えております。委員 you know, だから、ね、ちょっと逆説的なものの言い方になるかもしれないけどね、そういう認識であればこそね、うん、こそね、まあその、食材って言ったら、ちょっと言葉きついかきついかもしれないけどねあの、京都市の立場として、あの民間への敬意をねあの、言えば、せめて今現在の一律園はきちんと残した上で、保育条件、労働条件、あるいは保育の質等々、この先導的な役割を果たしていただいて、 ほんでまあ,あ民間さんがそれに追いついていただけるようなあ財政的な運営はもちろん民間だとしても財政的な援助を応援していくとまあ、こういうことで、えー、いい意味でのねこの先進的な先導的な役割を一律が果たしていただくとこういう,ふうに改めて、えー、思いますちょっとさっきの話ではねあのハードがもう全く感じられないというかあ以前は最低1行政区に1箇所って言ってたのにそれも 下業でもう崩れ去ってしまっているからね、そういう実績、悪しき実績からすればええね、ちょっと僕は今後の,あの本当に不安を感じるというか、引き続きこれは議論していかんといかんないということを改めて思いました、で時間の関係で次い、えー、きますけどね、まあ、そういうことを言いながら、最近、遺憾された保育園ももちろんありますと、で解体・回収の必要なブロック塀がある場合もあろうかと思うんです。 で最近、遺憾された保育園や施設の中にもブロック部分は所有市の所有のままでしたがってまあ今回の補正では市の公共施設扱いで全額市負担これは、まあ、あの例えばあ若杉であったり栄光苦情であったりと、ねえー、いうところもあるしまたあのブロックも含めて民間が買い取られたという遺憾の形態もあったかと思うんです。で今回まあ回収が必要な場合です、ねまあ、補正で えー、4分の3ということで、えー、対象になっていたとしても4分の1の自己負担が兵も含めて買われたところはあかかってくるとあの危険な状態のままで打ったのは京都市なんだからね僕はあの京都市が費用の全額を持つのは当然ではないかとあるまあそういう該当する縁ではその危険なブロックの横にプールがあるんだけども今年の夏は使えずです、ね、やむなく多額の自己負担で、えー、この簡易プールっていうんですか あの持ち運びしたり、折りたたんだりできるプールを、ね、え購入されたと、こういう費用も僕は引いては、ね、京都市の責任だと思うんだけども、まあ、貸しある物件を売ったという意味での一連の遺憾の経過や総括も含めてえ、責任についてどんなふうに考えていらっしゃるかと、僕はやっぱりきちっと手当てすべきだと思うんだけど、いかがでしょう。う荒木あの市営保育所、あの民間移管しておりますあの、市営保育所の中でですね、 とちょっとまず状況,数状況から申し上げますと,、えー、と、建物を売却したのが5施設、が5箇所あります、貸付しているところが2箇所ございますで、建物を売却した5箇所のうち、要補修と判断してますのが3箇所でして、そのうち2箇所を今回の9月補正の対象とさせていただいてます。 で貸し付けの2箇所のうち、この2箇所ともあの要補修なんですが、そのうち1箇所をまあ今回の9月補正の対象とさせていただいてます。で、市営福祉はあの非常にまあ古く建設をしているということもございまして、あのその建てたときにはですね、あのまあ既存不適格の状態でなくまあ建てられたんではないかなと思っておりますが、ただ、昭和50年代だと思うんですが、 建築基準法の施行令が改正されましてですねその段階で基準不適格になっているということですのであの、まあ、先生のご指摘もございますが私どもとしましてはですねもう民間移管をしておりますのでこれは民間の保育園にお渡しをしていると考えております。ので この今回の補正予算の分でございますが、まあ、その補助金の制度をまあ活用していただけたらと考えておりますし、ただ、警官もございます、あの民間以下にあたりましては、私ども、京都市も入ってしておりますので、例えば隣にお住まいのまあ住民の方々との調整などにあたりましては、ですねできる限り私ども、京都市としてもまあ協力をしていきたいなと考えておりますし。 今回9月に対象になっている園は2箇所ございますが、そこにつきましては、もう園の方を私を訪問させていただいて、ですね先生の方とそのあたりについて今、調整をしているところでございます井上園。最後の調整しているというのは、ですね京都市が全額持つということも含めた調整というふうに理解していいんですか。 あ、長先生方とお話しする中でですね先生方の方が民間今回の補正予算の補助金を活用してやっていきたいというふうにお話,お話をいただいておりますのでこの中で対応していきたいというふうには考えております井上委それは対象の縁になってたとしても4分の3しか今回の補正では出ないわけでしょそれと4分の1も含めて京都市で手当すべきだということを私はね経過上 当たり前じゃないかということを言っているわけなんですそこのところに対する答えをちょっと明確にお願いしたいと思います荒木市長。これについては、建物を売却した際にです、ね、ブロック塀も含めて、まあ、あの金額等も勘案して、あの判断をして、まあ、往りをしているということでございますので、その現時点ではもうブロック塀については民間園さんのものというふうに判断をしておりますし、そういった観点から、園のほうとお話をさせていただいて、まあ、ご了解をいただいているという状況でございます。井上委員 まあちょっと言葉悪いけどね、傷も売りつけたわけですよ。でそのことを買い手さんはね、ご存知ない状態で買われたわけでしょ。だから価値あるものを売ったんだったらね、ちゃんと責任持ってくださいっていうまあ当たり前なことを言ってるだけなんです。いかがですか。荒木市長。まあ,あの基準不適格の状態になって、まあ例えば作ったときにですね、もう全然その基準に合わへんもう作ってです、売りつけるこれは確かにそうだと思うんですが。 あの確かにこう売却をした段階では基準不適格の状態になったかもしれませんが、私どもとしてはこれについては、まあ、あの民間さんの方に応募をしたということで、民間の方うで、まあ、対応していただくのがまあ基本というふうに考えておりますし、ただ、まあ、いろんな隣の間の経過、隣のご,あのご住所に住んでおられる方,の方とのまあ調整等については、私どもち、まあ、できる限ぎりまあ力になっていきたいなというふうには考えております。 とね。既存不適格不適格って言われるんだけども、売却の時点で京都市はその不適格だと、その売却の時点ではね。あの建築基準法に合致していないということはあの認識されとったんですか？その点はいかがでしょう？荒木市長それはあのちょっと知識不足で申し訳ございませんが、私どもはあの把握をしてなくて、既存不適格という状態を把握せずにまえ、あ、対応していたという状況でございます。委員 だたらね、その C 時代のね、市が持っていらっしゃった、市が運営されていらっしゃった時代も、まあ言ってみれば、あ不適法な状態で存在しておったということではね、ちょっとその京都市の公の持ち物でありながらね、その法違反の状態が放置されてきたと、見逃してきたと、管理責任がどうだったのかと、この辺の経過、どんなふうに振り返っていらっしゃるんでしょうか。 荒木市長売却した段階にです、ね、既存不適格状態で売ったと、これはしっかり管理ができてなかったじゃないのか、それはもうおっしゃる通りでございますので、大いに反省をしているところでございますが、今回のまあブロック塀、まあ、子どもの安心安全のためのブロックへの撤去と、新しいフェンス等の整地についてはです、ね、この補助金を使ってまあ対応していきたいというふうに考えております。井上ちょっと僕はだけど信じられへんわね普通その、うん そういう状態のものをまあ知らんとやね、まあ、打った方もそら知らんということだったのかもしれないけれども、まあ、そのことについてはま今も聞いたけども、あのー、まあ、して勝った方はそんな知る良しもなかったのにはね、で今になってね、やっぱりおさんといかんということが分かった時点でね、その残りはあんたらこうたもんの責任でやね、対処しいやと。 こんな話が僕はどこにあるのかとね改めて思います。あの求めておきたいのでちょっと引き続きねこの検討をぜひされたいとあのこんな風に思います。ぜ、え、ひ、ー、ねあのそこら辺の負担の問題も含めてあの会社さんの法人さんとは膝詰めでちょっと話もぜひしていただきたいという風に思います。それでまあ、時間もあれなんで最後ですね。えー 子ども育み局が、決算年度新たにまあ発足をしたということなんだけども、学費の問題、それから子どもさんのいらっしゃる生活保護の受給世帯の子どもさんの成長発達、あるいは進学の問題、学力保証であったり、あるいはその正規雇用っていうんですか、ちょっと僕もあの6年前のデータしか京都市にはないんだけども、 あの若い人たちの,あの雇用関係の統計数字調べてみますと15歳から19歳ではなんと92.9%が非正規ですねで20歳から24歳だったら62.3%とまあ25を超えるとまあ,あなんとか30%台に落ちていくんだけどもあのー、そういう意味でね僕はやっぱりあのー、何しわばいざこととはもう都古りじゃないけど。 あのいざこととはむ子ども局さんと、あのー、それは教育委員会の問題や、それは生活保護は保健福祉局の問題だと、雇用の問題はあ産業勧告局でやってもらうとかっていうんじゃなくてです、ねあのー、子どもさんの成長発達の問題、どんなふうに保障していくかと、貧困化をどのように解消していくかっていう問題については、あのー、その名の通り、皆さん方が、 他の局にも働きかけるなりです、ね、イニシアチブを取ってあの全体として、えー、いろんな分野を横断的総合的に子どもさんの権利守っていくとおあるいはその子どもの権利条約が、ね、本市においてどのように、えー、具体化されているのかということの検証なんかも大きな課題というかテーマの一つだと僕は思うんだけども、まあ、そういう意味であの結論的には関係各局と、ね、連携を取っていただくなり あのリーダーシップを発揮していただいて、あなたたちの曲ではこういうことも一緒に頑張ってやってくださいねとやりましょうと、あのそういう意味であの頑張ってもらいたいっていうのがまあこの最後の質問の僕の趣旨なんだけど、ちょっとご答弁いただきたいと思います。上田部長、はい、えー、子ども青少年に関わる部分でもそれぞれの曲でになっていただいているところは、まあ当然しっかりになっていただきつつ、えー、まあそれを子ども若者の育み育として。 今でございましたら貧困家庭の子ども青少年対策に関する実施計画、あるいは今後策定する子ども若者の総合的な計画、その中でそれぞれの事業の取り組みの進捗等を把握しながら連絡調整、そして前提的な推進ということをまあ図っていくというところは引き続きしっかり取り組んでまいりたいと思っております。イ まあまあ、もう一言ねあの私の考えを言えばですねあの育むっていうのはなんていうかその子どもが目的語になっちゃって主語はまあ我々大人ということですよねやっぱりあのそうじゃなくて子どもさん自身が主語主語になるっていうか主体になるっていうかあ子どもさん自身の権利をね、あのー、どうやっぱ発達成長保障していくかっていうそこのところだと思うんです、まあ、意見表明権ということも言われてるとおりなんだけどもそういう意味では僕はやっぱりあの誰かが子どもを 育むっててうんじゃなくてですね子ども自身の主腕にしたところの取り組みがいるんじゃないかなとか思ったりするんだけども、あのー、ちょっとそういうことのに対する、まあ、見解も含めてねあの今言ったことについてちょっとまあ あのー、ぜひ僕はそれぞれの局との連絡調整ということにとどまらず、子どもを羽生組局、あなたたちがリーダーシップを発揮して、他の局にも働かせてもらいたいと、まあ、ここまで踏み込んで言うてるわけだからそこも、そこも踏まえてね、ちょっともっぺんご答弁いただいて、もうこれで最後にしたいと思いますが、上田部長。京都育み 子ども共に京都市民憲章の中でも、まあ、当然、えーまあ、子どもの、えー、健やかな育ち、えー、子どもの自ら育つ力を大切にして、えー、共に成長していくということで、まあ、当然、えー、環境や周りが子どもを育むということと子ども自身が しっかり自己成長していけるような支援をしていくという両面が必要だということでございますので、それぞれの施策の中でもしっかり取り組んでいくということと考えておりますイイ。 はい、もう最後にしますあの、ね、札幌とかご存知の通り、もり、これはもう、何んちうか社会、社会説法でね、ご存知の通りだけど、あの川崎とかはです、ね、子どもの権利条例っていうのできてるわけでしょ、やっぱりあの僕がさっき、ちょらちらっと言うたような趣旨がね、あの生かされてるというふうに思,思うわけです、であのいろんな点検だとか、その条例に基づくいろんな取り組みっていうこともね、まあ、総合的に展開されたりしてるので,です、ね、まあ、今後ともあのお互い勉強し合いながら、議論していきたいとこんなふうに思います。終わりますはい いいたしししまますす委員よろしくお願いします私の方からは子ども若者育み局が創設されたということでその中で特に妊娠・出産から子どもの子育て支援に至るまで切れ目のない対応をしていくということで本心におきましてはきめ細かくやっていただいていると思います。その中で数点決算に 伴って質疑をさせていただきたいというふうに思います。まずのあの母子健母子保健対策としてですね、まあ、妊娠期から子育て支援、まあ、切れ目のない支援をしていってるということですけれども、まずあの最近はまあ、えー、不妊治療の不妊の問題がですね結構大きくて、今日としてはあの不妊治療女性という。 ことを大きくしてていいただいております、えー、これについては、まあ、えー、充実もしていただいているところですけれども、えー、まあ3つですね、えー、特定治療と一般不妊治療と不育,不育の治療、あのこれに対して助成をしていただいているわけでございますけれども、これに関して、まずは実績が分かれば、お教え願いたいというふうに思います大泉担当部長。 はいあのまあ、先生、ご指摘のとおり、あの医師局、そして安婦医師とつくりまして、えー、妊娠期からです、ね、あの子育て期まで、えー、切れ目な支援を行っているところでございます。そういった中ではご質問いただきましたあの不妊治療等でございますが、えーまあ、のざっくり言いましてあの、えー、29年度につきましてはです、ねえー、不妊治療全体の中で、えー、延べ件数でございますが、4349件という数字になっておりまして、えー、これはまあ、あのー、 金額的にも三億六千万という大きな金額となっております。でこれにつきましては二十八年度と比較しますと、えー、まあ女性件数につきまして、まああの府制度におけるですね一般府に置いて減少しているんですが、国制度のこの特定不妊治療これは保険適用外のものでございますが横ばいの状態となっているところでございます。えー、でまたあの今のちょっと丸めて少し数字的には申し上げたところでございますが、あとまあ扶育 不育でですね部分につきましては二十九年度で四十五件という数字になっております。以上でございます。小泉委員、はいありがとうございます。えー、これについてはまああの利用されている方は非常にあのまあ助成いただけるということであの喜んでいただいており。ます おるというふうに思いますけれどもこの中であの要はそのこういうことをあのまあいかに周知をしていくかしていただけるかまあそれはあの病院等でもあの当然あの教えていただいているというふうにあの思いますけれども特にあの不育については様々ここまあそのその持たれているえ患者というかその方のえご夫婦のその ケアの問題とか様々そういうことともあると思いいますあのそういう点についてその不妊治療を一生懸命頑張っている中での、えー、相談事業とかも当然今京都の中ではやられてるんですけれどもこれについてあのどのように今進める、まあ、不妊治療してまあ、うまくいく場合いかない場合とかありますけれどもどういうふうな、えー、つながりで、えー、相談とか次のステップに行けるように、えー 支援をいただいているのか、その点についてお伺いしたいと思います。大泉担当部長。はい。あの、まあ、あの、まずは、あの、こういった、あの、不妊、不育ということの中で。まあ、育み室の中でですね、あの、さまざまな、あの、広報媒体なんか、つく、使い、使いながら、まあ。特にリーフレット等なんですが、そういったものをさせていただいているのと。あとは、あの、特に、まあ、先生おっしゃっていただいた不育。 の部分とかも含めてなんですが、あのまあ助産師会とも協力をいたしましてです、ね、あの不妊・不育に関する相談事業であったりとか、あのもうそういった不妊に対する悩みを持つ方の家族の方への研修会であるとか、そういったことを含めてさせていただいております、あと、あの一般市民の方も含めてご理解いただきたいと思っておりますので、市民の公開講座なんかも実施しているところでございます。以上でございます小本委員 はいえー、この不妊治療についてはです、ね、あの非常にやっぱり、えーまあ、金額面お金の面も当然そうなんですが非常にやっぱりその心というかそ,のそういう部分が本当にあの大事な部分にあの不妊治療の取り組まれている方というのは非常に我慢強く一生懸命頑張られている方というのは非常にたくさんいらっしゃるというふうに思います。そ,その中でなかなかか、えーまあ、相談 するところがないその相談するところがないで、一緒に不妊治療を受けてた方でも、えー、一,方はできてな一方はできなかった、お友達でもで,す、ね、できなかったとかそういうところでそのなかなかその話しづらいということとかもあの出てくるのがもうこ,れこれ現実です。そそういううういい中で 相談とかあの心に寄り添う形での支援というのも本当に重要なものだというふうに思っておりますのでその病院等も含めてですね巻き込んでいただいてその助産師会がやっていただいている相談事業とか研修会とかやっぱそういうことにもしっかりと教えていただいて広報もしていただいてちょっとでも心の負担軽減をですね あのしていただいてまた次、頑張ろうという気持ちになれるような取り組みをぜひともお願いしたいと思いますがその点についてお伺いします大泉担当部長、はい、あの先生おっしゃったようにあの不妊治療される方で不妊の状態のある方であったりとかまあ保育もそうですがあのやはりさまざまなあの悩みとか 家族の中での問題であるとか周りとの関係であるとか非常に先生おっしゃっていただいた通りかと思いますまさにそこに寄り添う気持ちが非常に大切だと思いますので私ども例えばハンクビスの窓口の応対であったりとかそれから先ほど申し上げました相談会とかなんですがこれはもう助産師会の方で全面的な協力をいただきながら丁寧に例えば1時間ほどかけての他の方が全く来ない状態の中でご相談させていただくとかそういう丁寧な ことをさせていただくというところでございます。こういった取り組み、あのこれからもしっかりと進めてまいりたいと思います。以上でございます。小島党委員はいえー、是非ともですね。あのー、よろしくお願いしたいと思います。利用件数も不妊治療助成については非常に多い状況が推移しておりますので、これはやっぱり。その。 ニーズとしてですね非常に高いものだというふうに思いますのでこれについてもあのしっかりと今後も取り組んでいただきたいと思いますし予算も確保していただいてあのしっかりとあの取り組みを進めていただきたいということあのまずここで要望させていただきたいというふうに思います <laughs> 次にその後まあその後ま不妊治療を受けられて仮に出産っていうま妊娠されてでその中で母子手帳をいただいてでに えー、妊婦健診授業開分、無料券いただいてです、ねあの妊、妊婦健診を受けられていくんですけれども、えー、その妊婦健診を受ける中で,です、ねあの、突然来なくなったりとか、そういうケースとかっていうのは、あるんでしょうか大泉担当部長おおむねあの妊娠11週ぐらい超えたぐらいからにあの、まあ、3000直前まで先生、ご紹介いただきました。あのえーまあ 妊婦健診というのをしてましてそのための受診券無料の部分ですね京都市として渡しているところでございます先生言っていただきましたいろんななんて言いましょうか理由はあるかと思いますが来られなくなってしまうということがまれにございますなかなかやっぱりそういった部分についてですね非常に問題であるかなというふうに認識は持っているところでございます堀本委員妊婦健診 まあずっと受けられて、残念ながら流産されない限りは、妊娠期までま、外帰りとかは別にして、のその病院で産むという前提で行かれて、行かれてる中で、急に来られなくなったとか、そういうことについては、病院との連携というのは、どういうふうになってますでしょうか大泉担当特にですね先ほどの受診券をまさにお使いいただいているということも通じてということになるで あの妊婦検診受診あのされないということの途中で消えた場合については医療機関とハウン連携をしておりまして医療機関からああのずっと来てたんだけど来られなくなったとあの特な理由ももやたらないとかあるいはもしかしたらあの少しこういう悩みを抱えてたんでとかそういったあの連携をしておりまして情報が入るようになっております小山栄院すみませんその情報が入ってその後こちらからのアプローチとかというのはどうでしょうか大泉担当部長 はい、あのこの医療機関の中で今申し上げたような具体的なですねあの医療機関での把握した状態なんかも私どもお聞きする中であの具体的に私私もそれを把握しましたら保健師等がその当該の方にアプローチをいたしますあの電話であったりとかあの電話が通じない場合,あの場合によって訪問させていただくとかそういったことで一定の支援の方に入っていくという形になっております。国ありがとううございいます、えっと、そういった、えーまあ またニーティーブルーといいますでしょうかその心の部分もそうですしいろんな環境とかもあると思いますのでそういう情報の共有とそういう情報を得た中でその、えー、妊婦さんにアプローチをしていくということは非常に重要なことだというふうに思いますのでその点についても今後しっかり取り組んでいただきたいというふうに思います。でその それを乗り越えて出産をされましたで出産された中で、えー、去年、えー、29年の2月に一応代表質問をさせていただきましたけれども今日としては、えー、産婦検診のホットサポートをしていただいておりますゆ太さん号であの、まあ、心のこととかいろいろそういう検診心も含めた検診という部分であの。うん 今、やっていただいておりまして、まあ、1回5000円であの2回受けれるということであの結構、利用数もあのこれ多いのかなというふうにあの決算額を見ると結構、利用数も多いのかなというふうに思いますけれどもまず、初年度やってみてあのこれについての効果等につきましてお伺いしたいと思います。大泉担当部長、はい あのまあ、先生がおっしゃってあったようにあの昨年のです、ね、司会での代表質問の後29年度の新規の 事、まあ、業としてです、ね、この産婦検診ホットサポート事業というのを始めさせていただきました、産婦、まあ、さんがです、ねまあ、産後2週間、あるいは1か月のにまに1回なし2回、まあ、検診を受けていただきまして、これもご紹介いただきましたが、あの身体的な面の検査に加えまして、あのまあ、精神的な面と言いましょうか、あの産後うつに関する、まあ、あのチェックをするという仕組みをしているところでございます。であのまあ、これもあの 金額、だいぶ大きくなっているよう,うにおっしゃっていただきましたが、あの私ども利用がですね、あの予想も超える条件がございましてあの、基本1回の検査なんですが、ドクターの判断で2回目まで行くんですが、そ2回目まで行かれる方というのは結構多い状態がございまして、えー、女性額も7100万という全体の金額になっているところでございます。あの利用が非常に伸びているかな、伸びているというか、1年目でございますが、多く、またあの今年度入っていからも順調に推移しているかなという認識でございます。国村ドイ えーと事前にです、ね、平成29年度の、あのー、散布検診、ホッサポート事業の、えー、利用者数を、えー、いただいております1回目が8956名でそれと合わせて2回目が5454名ということで、あのー、非常に多くの方が利用されているというふうに思いますでこれでちょっと確認をしたいんですが1回目受診を、まあ、検診を受けられました。で要は2回目検診、まあ 8,900名から5,400名にえっと若干減るわけですけれども、これは必要な方ということで2回目になるのか、自ら検診を受けたいということで2回目になるのか、その決定についてお伺いしたいと思います。大泉担当部長、はい、あのまあ2回受けたい方多い状況があるんですがあのこれは本人さんの意思というよりはあのドクターの判断でございまして、えー、まあ2回目受けもう1回受けた方がいいよということの中で受けていただくという状況でございます。森本委員 分かりましたそうしたら、要はその2回目を受けた方がいい、これ8900名、約、まあ、9000名から5000名になるわけですけれども、僕は2回目を受けられる方が結構多いなという印象が非常にしています、でこれ1回目、検診を受けたあと、次の検診というのは大体どれぐらい期間を開くんですか泉、ね、担当部長。 基本的に1回目については大体3後2週間命令で受けましてさらに2週間程度あとの1か月,月目に第2回目を受ける状況が2週間で受けられて1か月たってまた受けられるということで六千大体9000から5400になるというのは非常にやっぱ2回目受けられる方も多いのかなという大きなやっぱこれは課題であるなというふうに思いますし今後、こういうやっぱりニーズが 高い事業でもあるというふうに思いますのでよりしっかりと見ていただいてですね利用していただけるように来ていただけるようにすることが大事かなというふうに思っておりますこれ例えばこれ、えっと、妊娠出産された方全員が受けられるものなのか全員が受けるものなのかそれとも希望者が受けるものなのかこれどちらなんですか 大泉担当部長、はいあのー、基本的にはもう全員の方が受けられていると思いますが、よほどじゃなければ、まあ、拒否感が持っていたら別なんですが、受けられているというふうに考えております。委員、はいえー、ということはもうやっぱりニーズが高いというふうに僕もあの思いますし、特にあの1回目は仮に全員受けられました。で2回目が 2回目の検診というのが非常に重要だというふうに思いますそこでいろんな受診をしていただい検診を受けていただいて、その中で課題抽出とかしていただいて、その後の支援、ですねケアをいかにしていいくのかいかにつなげていくのかというのが非常に重要だというふうに思いますので、この点について、しっかりと取り組んでいただきたいというふうに思います。その中で先ほど 我が会派の平山義和議員から、まあ、児童虐待の話もありましたけれどもやっぱりそういうところからの気づきあのそ,ううそういうところからの気づきっていうのが非常に重要だというふうに思いますのであのこの検診を通じてあのその後の子育て支援にしっかりとつなげるっていうことが非常に重要だと思いますけれどもその点についてどういう。えー 仕組みが出来上がっているのかその点について確認させてください。大泉担当部長。はい。あの先生おっしゃってたあのままずあのこの産婦検診のホ腹部サポートの本当に目的としましてはやはりその産後やっぱり心身が非常に不安定になるその結果としてですねあのまあ産後鬱になる方が非常に多いという状況がございます。であのまあ産婦さんのですね10%が6ヶ月以内に産の産後鬱になるというあの。 統計もございますので、えー、まあそういったことについてしっかりと備えていくというのが、まずこのオートサポートの目的でございます。で、あの実はその先ほどの心身の状況の中で、3号線に関するチェックをしていただくんですが、で、そこで一定の点数以上の。 高い方産後数の可能性が高い方でございますね。この方については医療連携で必ず医療機関から私ども、ハンクミストに連絡がまいります。で連絡まいりますと、直ちに私ども保健師がです、ね、ご本人さんにご連絡を申し上げるで、その中で実際に訪問することも多い状況がございます。電話で済む場合もあるんですが、実際に訪問させていただきます。でそういった中でさらにやはり、まあ、あの少し やはり社会的な地域の支援とか含めていろいろ必要だなということになりますといくつか我々施策制度を持っておりますのでとりわけ本人さんもそうですし子どもさんの状態もあるんですがそういった中で一つは育児支援 家庭訪問事業がございますやはり専門的な観点からも含めてですね、えー、まああの保険してあるとか受賛してあるとかが訪問させていただくことそれから場合によっては家事がなかなかできにくい場合もありますのでそういった場合に家事延長なんかもさせていただくこと思います。それからやはりあの まあ、こんにちは赤ちゃん事業4ヶ月までに参るんですが、これを早,早い段階で訪問するということをさせていただきます、それからまた、やはり家,の家で例えば孤立をして、例えば若年の方で、周りにお母さんも誰もいないと、自分しかいないという場合なんかにつきましては、孤立しますので、例えば産後ケア事業ということで、スマイルママホット事業でございますが、イ院とかでのショートステイとか、デイケアとか、そういったことにつなげる、そういったことをさせていただいているところでございます。以上でございます 本委員はい、えー、これ、あの本当に、ねですね、あのスタンプ検診、ホットサポート事業、えーまあ、国の方でも決められて、京都市の方でも手を挙げられてやっていただく中で、やっぱり先ほど言われたようなことが実は目的で、要はそのその後につなげていくっていうのが非常に重要な視点でありますので、のそういう。えー 支援ににしっっかりととげてていいいいたただきう思まで事前に先ほど答弁にもありましたけれども、まあ、高リスクの妊産婦に対する支援についての資料をいただいております先ほどもございましたけれども育児支援家庭訪問事業とか育児家事援助とかですねいろいろ頂い,いておりますでこういう高リスクの妊産婦 の方っていうのはまあ事前にあのまあ妊婦の場合は事前妊婦の場合にも産婦の場合にもあの高リスクの方っていうのはあのだいたい。 詳細をつかまれて、こういうさまざまな事業があって、それをしっかりとあのつかんで支援をしていくというのが一定の流れかというふうに思います。この,あの育児支援家庭訪問事業について、もう一度あの改めてその対象者であったり、えー、どういう取り組みをされているのか、この点についてお伺いしたいと思います。挙手ししてお願い,いたします大泉担当部長 育児支援家庭訪問事業でございますがあの、やはり先ほどおっしゃっていたハイリスクの方等がおられますので、そういったことをです、ね、対象として実際に支援をするという事業でございます。であの大きく2つございましてです、ね、専門相談あああ 支援ということで保健師とかです、ね、育児支援活動にそれから助産師の食卓等がおりますのでそういった専門的な観点からの支援それから育児家事援助ヘルパーということで産後うつとの結果としましてなかなか家事とかができない育児ができない状態の方に向くというものがございます。でやはり具体的に言うとそのハイリスクの方 とかにがあればそこにあのま支援のためまいるという制度でございますので例えば若年妊婦の方で先ほど申し上げた支援がない方であったりとかやっぱり疾病障害で支援が必要な妊婦さんであるとかあのあるいはあのとか含めてですねそういった方に支援の対象者として訪問するものでございます。森本委員。 はい、分かりましたあのあのそ,んな、えー、そういう事業もしていただいているということであの先ほども申し上げましたようにあのそういう、えー、ハイリスクとかハイリスクの方とか産後うつの方に対する支援をすることによってあの事前にその児童虐待をも防止していく、まあ、こういうあの取り組みにもあの一連の流れでつながっていくというふうに思いますのであのこういう取り組みをぜひともあの ちょっと視野も広げながらですね、あのしていただきたいっていうふうには思いますし、あの一連の流れの中でそういう情報を掴んでいって、あの極力そういうその児童虐待に至るまで、またその三三号に至るまでのその目を極力潰していくというそういう取り組みをぜひともあのしていただきたいというふうにあの思います。これもあの決算見てみますと、あの非常に利用率とかも様々、あの決算額も非常にあのー。 執行率も高い状態で推移をしているというふうに思いますので、これについてもしっかりと今後あの予算の確保も含めてあの取り組みをま強化していただきたいというふうにあの思います。要望させていただきたいと思います。お願いありがとうございます。あとそれとですねもう一点ちょっとの別視点なんですけれどもえっと今年度あ今年今年ですね非常に災害が 多く発生いたたししました京都市においても台風21号であったり7月豪雨であったりまた北海大阪では地震また北部北海道では大きな胆振東部地震もございましたでそういう、まあ、災害が続く中もう京都市でもさまざま避難勧告とかが えー、多く出ました特に7月豪雨にはです、ねまあ、京都市、ある意味全域に出たと言っても過言ではないぐらい出たんですけれどもその中で、そういう出た後の中で,です、ね、あの要は重度障害児、特に医療的ケアが必要なお子さんを待つご家庭から、避難指示が出たときにあの学校に避難をする、まあ、福祉避難所というのがその後にはで 後につながるわけけですけれども医療的ケアが必要な子どもを学校に連れていかなければならないで特にその学校もあの1階が体育館というふうに決まっているわけではないのであ,の、まあ、ある意味その、まあ、寝たきりといったら姿勢ですけれども寝たきりの状態の子で胃ろうであったり酸素吸入であったりさまざまなことが必要なことか。 子どもを在宅で見られている場合に避難するのに学校に避難しなければならないのかというお声をたくさん今回、7月号を受けていただきましたそういうことについてはです、ね、ちょっと今後、検討する必要があるんではないかなというふうに思うんですけれどもその点についてのお考えをお聞かせ大泉担当部長。大泉担当部長 あのまあ、台風とかです、ねまあ、地震等の災害の際の避難に関しましては、まあ、先生ご紹介いただきましたあの医療的ケア児を始めたしました重度障害児であったりとか、まあ、そ,れに限らそういった形かに限,限らずです、ねまあ、多くのまあ障害のある方とかあのまあ高齢者の方の中であのまあ普段あのまあ,あ 先ほどおっしゃったようにずっと寝たきりの状態であるとかそういった方さまざまな方がおられるというふうに認識しておるわけでございますまずその中でですねまずは私どもとしては一時的に福祉避難所というものがございましてそういった対応なんですがそれもやっぱり先生もご紹介いただきましたがまずは流れとしましては一般避難所に行っていただきましてその中で保健師等の健康調査等の所見を行いまして結果としてまた多くの本部が調整した上で 避難所に移るといいう条件ございま,すまた一方で一般避難所じゃなくて福祉避難所であったとしても重度の障害のあるお子さんの場合とかあ障害者の方もそうなんですがやはり専門的なケア が必要だったりとかあの当然、機関制化されているあの酸素療法しているとかさまざまな、ね、機械も含めて必要だということがございますやっぱりそういう部分につきましては,です、ね、やはり移動そのものは困難であったりとかご紹介いただきました2階とかっていうなかなか不可能でございますのであの今の福祉避難所の中の部分については一定、ね、そういった配慮も当然あのバリアフリーの福祉施設が多いですからさせていただいてはいるんですがそも,そもそもそこへも行けないという場合もあると思うんですね。やっぱりその ここにつきましてはやはりそういった方がおられるという状況につきましてはしっかりとわれわれとして認識しないといけない状況があるというふうにえっとぜひですね、あのー、そういう相談を受ける中で、あのー、これは、まあ、福祉診難所ってあの一般的にです、ね、あの数字されてるのは一体格好いってくださいよとで3日間そこでゆ田保健師とかさまざま 受けてていいただいてで不審難所を開設してくださいというふうにあの言うたら区役所とかからあのそういう届け出を出して不審難所を開設していいただいてどこどこに誰々がどういう状態で移動するというふうになっているんですけれどももし、も個別の,その重度障害とかもうそういうレアな,レアなケースを言うたら変ですけれどもそういう方に関してはです、ね、初めからここに行ってくださいというものが欲しいというのがやっぱ要望でもうございます。 あのそういう部分も含めて、あの昨日はあの他の委員から、ね、高齢者の、えー、福祉難所の話も出ましたけれども、今後、検討する大きな課題かというふうに思いますので、この点についてはあの引き続きの検討の方をし,たいしていただきたいというふうに思い,思いますけれども、その点について最後、答弁を求めて終わります大泉担当部長。 あのまあ、あの福祉難所全般になりましたあの保健福祉局の等もありますのであのそういった部分を含めてです、ね、しっかりとあの連携していきたいと思いますし特にあのさ、再々おっしゃっていたあの特に障害のあるお子様とかです、ね、あの医療的ケア人の方につきますとやっぱ非常にあの支援そのものの個別性が高い状況がございますので移送そのものだったりとかケアであったりとかどうするのかこれはやはり普段ですね例えば福祉事業所との関わりあるいは医療機関との関わりがあるかと思います。そここととと普段ののながりの中でどううするかいいまずいろんな計画 もあると思いますので、そこでしっかりとお考えいただくという部分もあるのかなと思います。で、そのことも含めて、え、まあ行政として何ができるのか、今後とも必要なですね、検討していくべきかと考えておりますので、えー、あの対応してまいりたいと思います。以上でございます。はい、進行いたします。中野副社えっとまず、えー、子ども若者育み局の政策と。 SDGs との関連付け政策の関連付けについてお伺いしたいと思います、まあ、あの世界が長く豊かに暮らせる策として、まあ、2030年までの課題解決の目標としてこの国連で SDGs が設定をされて果実角川市長はその議論の中でこれらを含めて SDGs を 京都市の政策に関連付けていくまあこういうふうな答弁もされたところでもあります。ただ残念ながら今回の決算の報告書の中で SDGs に触れているのは。 産業観光局だけでございまして、ぜひあのこのこども若者育み局の政策も含めて今後いかに関連づけていくかというところを頑張っていただけたらと思います。まあ、あの特に目標1の貧困をなくそう目標2の飢餓をゼロに目標3のすべての人に健康と福祉を、まあ、この辺がまあ子ども若者育み局と関連するところだと思いますし、まあ、特にです、ね、目標3のすべての人に健康と福祉をという部分で あのまあ、いろんな取り組みの中で紹介されている一つの例として、まあ、未来を変えたアイデアというふうな項目で、まあ、その戦後スタートしたあ日本で行われている母子健康手帳、まあ、これがその世界40カ国に広がった、まあ、そのきっかけを作ったのが日本で、まあ、普通と言われて まあ、もうあって当然みたいな形で認識されていますけれども、この母子健康手帳であるというふうにもお力説をされているところでもあります、まあ、ぜひそこらの辺も含めてです、ね、えー、積極的にその皆さんの取り組む政策を含めてです、ね、SDGs とも関連づけてアピールをしていくべきだというふうにも思いますが、いかがですか上田博美創造推進室長。 SDGs SDGs につきまして今中野委員の方からご紹介ございましたように2015年に国連において地球規模の課題の解決に向けて国際社会全体が取り組むべき。 目標とととターゲットとしてて掲げられたといいう,うに聞いておりますまたあの政府の方でも推進本部が設置され地方でも取り組んでいくということで本市においても、えー、各局の所掌している施策や事業もこれについてすでに実施中の事業の推進も SDGs の趣旨目的が適合することが大変多いということでございますので、えー、事業の これまでの事業も含めて既存の事業の推進あるいは新たな事業の推進も SDGs の実現に結びつくものという認識のもとで積極的な推進を図るということとしております。子ども派み局においては主に17の目標で言いますと保険、あらゆる年齢のすべての人々の健康的な生活を確保し福祉を促進するというところでありますとか教育 全ての人に包摂的かつ公正な質の高い教育を確保し、障害学習の機会を促進するっていうようなところのに関連する施策を多く担っているかという,ふうに思っております。また、先ほど委員のご紹介になった貧困の部分ですとか、不平等の部分でありますとか、そういったところに関連している事業をたくさん所管をさせていただいておりますので、この辺りの観点も含めまして、今後とも子ども育み局の事業の推進に取り組んでいきたいという,ふうに考えております。 中野福祉さん、まあ、ぜひですねあの、こういうふうなあのつながりを持ってあの、京都市でも進めているというふうなところを積極的にアピールをしていただけたらというふうに思います、えー、そして、えー、次ですが、えー、放課後学童クラブ事業の改善についてというふうなことでお伺いします、えー、先んだって我が会派でいただいた資料の面積基準を満たしていない学童クラブの状況と、事業の状況と、 いいうことでたただきました、えー、その時点では9つの施設があ面積基準を満たしていないとそのうち1つについては年,年度当初なんとか対応することができたということでございますが残りの8つは今現在でも検討中という,ふうなことでございます、えー、いこの8つの中あー1つを除いて他の7つ全てが まあ小学校に間借りをしているまあ児童館、えー、学童クラブ事業というふうな部分でもあります、えーまあ、年,年度初めからまあ面積基準がを満たしていないというのが分かりましたけれども残念ながら9月を過ぎてもそれに対しての改善はされていないというふうな状況でございます、まあ、あの正直あの皆さんの局とそして小学校を管轄している教育委員会と まあ2つの局にまたがっての事業ではありますけれども一番さ残念なのはこの利用者である子どもに一番面積基準がを満たしていないということでその狭さという部分でそのしわ寄せが来てしまっているというところですで特に皆さんとしてはいろいろ教育委員会とお話をされますけれどもえ残念ながら打開策もない中でもう3月を迎えてしまい子どもたちはその1年間そのしわ寄せを受けたまま。 ともすれば、その学童クラブに対する利用料という,ふうなことで、お金を支払っているという観点で考えれば、お客さんはほったらかしのままで、残念ながら局と局との間での話し合いが良好に進まず、そのまま3月を迎えてしまうという,ふうな現状も想定できますけれども、この辺について、まず皆さんの取り組み状況をお聞かせください。上田部長 はい学童クラブ、えー、放課後の居場所ということで、えーまあ、議員ご指摘がありましたように、えーまあ、面積基準が、えー、満たさないところにつきましては、あのまあ、当然、まあ、小学校の余裕教室であるとか、民間物件の確保等も含めて、あの引き続き、えー、調整、検討しておりますけども。えー あのまあ、残念ながらすべてをクリアしているものではございませんが、えーまあ、できる限り早く、えーまあ、あらゆる取り組み、えー、教育委員会と連携はもちろんさまざまな観点から、まあ、しっかり取り組んでいくように、えー、進めてまいりたいと思っております。野ただまあ4月の時点で、えー、一定面積基準があ 満たしていないというのが分かって9月末まで今の状況が続いていたじゃあ今後その先方と接触して、えー、打開策が実際に得られると思われますか上田部長はいえー、あのまあ児童一人当たり1.6平米という基準でございまして また平成31年度末までは当該基準に平鎖措置期間が設けられていますけれども当然それがあったとしてもできる限り早く改善していくのが当然だと思っておりますので鋭意努力はいたしますけれども今年度末ですべて解決するという今、目処は残念が立っておりませんが。 しっかり努力していくということに尽きると思っております中野福士さんまあの皆さんだけで決められる話じゃないでしょうし向こうの管理者でもある教育委員会ないしは校長先生とのいろんな話もあるかと思いますこの教室空いてるから使わせてよというふうなことですぐに OK が出るというふうなことではないと思いますけれども今の状況を伺っている中では 果たしてその4月の時点で分かって9月末までに結局打開策はなかったで今後、話をして果たしてその状況が改善できるのかというと私は非常にいしあのそ,そこについては解決できるんだろうかという,ふうなことで不安に思うところでもあります。 最初に申し上げたように、あのー、利用者である子どもが最終的に全部芝わ寄せを受けている、えー、ないしはお金を払って通っているそういったおけ、まあ、言ってみればお客さんが最終的にはその迷惑を被っているというふうなところから考えますとです、ね、今現時点で何とかめどをつけて頑張りますというふうな部分はあ残念ながらこれが6月ぐらいでしたらまだ。 可能性は十分考えられますけれども、この時点でその改善をされていないという状況が確定されている中で、教育委員会と連携をする、話し合いをするというふうなことであったとしてもです、ね、なかなかその辺改善、本当にできるのかなというのは非常に疑わしいところでもあります。どどちちらにしろこの要請を受ける子どもたち でもありますぜひ一番そこが大事なところでもありますのでぜひそこは局と局との間をまたいでしっかり話をして校長先生ないしは地域のそういった空き教室の利用のルール、まあ、その辺いろいろあるかと思いますけれどもそこについてはきちっと乗り越えて 取り組みを進めていくというふうな覚悟を持って一日でも早く取り組んでいただけたらと思います特に今年の夏は暑かったそしてプールは使えない外,を校,外校庭でも遊べないという中で非常に多くの子どもたちが児童館の中である意味詰め込まれて生活をせざるを得なかったというふうな状況は各館で直面している話でもあります そこから考えるとです、ね、もう秋になったからいいでしょうという,ふうな話ではなくてあの、今後、児童館を多分利用するであろう人数も、一定その、保育園、幼稚園の卒園者含めて人数はおおよそのところ算定できると思いますので、そこについては事前に対策を打つなど、あの前倒しでいろいろ取り組みを進めていっていただきたいと思いますけれども、そこについていかがですか。上田部長 はいえーまあ、児童数の推移に合わせて免水、えー、基準ができ、えー、確保できるように、まあ、学校教育委員会と、えーまあ、しっかり連携しながら、あらゆる方策を考えていくとと,ともに、えー、それ以外にも民間物件を探していくとかです、ね、さまざまな調整の中で、えー、確保できるように、えー、取り組みが必要と考えております。野 最終ね、やっぱ通う子どもたちが放課後、生活あ、のあの時間を送る場所として、皆さん、積極的に選択している場所でもありますので、ぜひ皆さんにはそこの部分を含めて、学校側とさまざま交渉を続けていってほしいと思います。そししてももう一つえー午前中の議論でも出ましたが 保育士の確保対策事業の展開というところで、えー、いろいろと細かな部分も午前中の議論で伺いました、あのーまあ、あ保育士確保対策として大きく3つある中で特に就業継続支援という部分についても積極的に頑張っているというふうなところでもございます、あのー、当然処遇改善というところが大きな ポイントでもありますし今後積極的に続けていってほしいと思いますけれども今後、給料のみならずそれ以外の部分も含めてです、ね、その保育士の処遇改善についてどう政策を積み上げていかれるのかその辺についてお伺いします原木市長、はい、京都市ではいわゆるプール制という中で今年度予算で言います48億円の 独自まあ、市の単品の予算を投入いたしまして国基準を上回る手厚い職員配置、まあ、これによっては余力を持った余裕を持った保有ができるとことがございますしまたあの給与水準をです、ね、高くする,要するに長い間働けるようなそういった給与待系を実現するために ここ数年あの保育士の処遇を改善をしていこうという流れがありまして京都市におきましても、えー、平成29年度には処遇改善等加算1というのが2%かさ上げされましてかつあの、まあ、キャリアアップに応じた、まあ、職員に応じた、まあ、あの評価といいますか処遇改善の加算2というのもまあ 導入してててやってきております、まあ、あの京都市ではその結果、あの全国平均の1.4倍程度の,、まあ、あの給与水準にあるということでございます。あの厳しい財政状況でありますが、引き続き、まあ、保育士が、まあ、あの京都で働いてよかったと思っていただけるようなです、ね、環境整備には努めていきたいと、そのようには考えております中野伏見宮古メッセでの保育園就職フェアとかあの、サポートセンターが主催されている。えー マッチングの授業とかまあいろいろ拝察させていただく中であの非常にですねあの多くの方がまあ特に男性も含めてあの来られているというのは心強いところでもありますえしかしあの新たに保育士になられる方以上に辞められる方がいらっしゃると結局、新たにあの加わっても相対的には総数は変わらないと。 でないしはそうすは減っていくというふうなことにもなります。えぜひ今頑張っていらっしゃる方がそのキャリアを積んで今後も保育士さんとして頑張っていただけるようなまあ、そういう支援を含めてあの続けていっていただけたらと思います。でまあその中でですねまあ一つその保育士の労力の軽減策とまあいろんな形で取り組んでいらっしゃると思います。まあ一つまあ、本当に小さな話ですけれども。えー これはその決して京都市が決めてるわけでもなく、保育園連盟が決めてるわけでもなく、なんとなく決まってるというふうなものの中に、おむつの持ち帰りという部分があります。で、えっ、ー、とこれあの実はその保育園によっても全然バラバラで、保育士さんが使った子供のおむつを名前ごとに分けて。 そしてその子どもさんの袋に入れて持って帰ってもらうと、まあ、こういうふうな状況がありますで一方でそれらはあの持って帰らせずに全部円で廃棄しているというところもあります、えー、仕分けして持って帰ってもらっているというところから考えると例えばあの中野幼児という名前が書いてあるおむつを違う人のところに入れてしまうと、まあ、当然そのこれ私の子どもじゃないですって持って帰っても もう一回戻す親御さん多分いらっしゃらないと思いますけれどもでもやっぱそこまで気遣っておむつ使ったおむつも。 分別しなければならないというところに関して言うと保育士さんにとってみれば非常にさまざまな労力がかかるなというふうなところもありますいろいろ伺っていると園によって全く違うというふうな部分でもありますしぜひ例えばそこについてはです、ね、例えば園で一括して廃棄するないしはそういうふうな形のです、ね、温度を皆さんの方から取られるとかそういうふうなことはできないのかということについてはいかがですか ほ他の自治体でもそういった問題を私もよくお聞きしますし、京都市では特にあの民間の保育園さんの方にですに、ね、こうしてください、あしてくださいというのは特に示しておりませんので、実態としては持ち帰,持ち帰っていただく園、また園の方で処理する園、分かれております。あの私どもとして、どうすべきであるということはちょっと申し上げにくいなと思っておりますしまだただ、基本はです、ね、やはりその自分のお子さんのものということでございますので。 その中にはその便の状況を見てまあお子さんの状態を知っていこうとそういうようなこともまあ効果としてあるというのも聞いたこともしておりますのでその辺りに行政がまあちょっと口を挟むというのはいかがなものか,ないかがなものということはちょっと言い過ぎかもしれませんがどうかなと思っておりますのでそこはまあ各園と保護者の間でまあこれまでの経過も含めて対応いただけるのが一番いいのかなとそのようには思っております中野区長、まあ、おむつの仕分けるという部分については。 保育士さんがその子どもをいろいろ世話したり愛情を注いだりという部分 から考えると枠外の作業でもありますしそこについてはです、ね、なんとなく決まっているというふうなのが今伺っている中での現状だというふうにも思いますのでそれに対して例えば事業系ごみの負担の費用が増えるとかいうふうな部分であればもういくばくかそこについてはとかいうふうなケースも考えられるでしょうしぜひそこはトータルとして保育士さんの労力 特に子どもに注ぐ愛情をとは別で、えー、やらざるを得ないというふうな部分は積極的に削る、まあ、そういったところも保育士さんの今後の仕事を続けられる、まあ、その条件改善にもつながると思いますので、ぜひそこについても併せて、まあ、今後、前向きに検討していただけたらと思います。えー、っともう一つ、えー 子育て家庭への支援ということで、まあ、あの出産お祝いレターとお届け事業というのがございます、まあ、以前の議論の中でですねあの出産後4ヶ月以内に全国訪問するこんにちは赤ちゃん訪問事業に際して手渡しして説明するなどの方法も含めてフル活用してもらう形を構築していくべきである第2子第3子を出産された方は別の情報も求められていると。 まあ、さまざまな視点での改善を求めるというふうな形で議論をさせていただきましたけれども。その後の改善点について、お話を聞かせてください。大泉担当部長。はい。今、先生から、あの、ご紹介いただきましたようにですね。あの、市長から、の、出産、A. Y. データ。につきまして。これは、あの、こんにちは、赤ちゃん授業。えー、生後、まあ、四か月までの。 おてです方に対してです、ねえー、まあお届けをする、でその中でまあお祝いで得たということで、まあ、あの市長のメッセージということもあるんですが、あの本市のまあ子育てに関する知識、施策事業、そして、どんな不安,不安や悩み等があると思いますので、そういったところに対応できるような、まあ、あの機関等を紹介した子育て応援パンフォテットどもを含めてです、ね、配布をさせていただく、でその中でやはりあの丁寧にです、ね、あの保健師等があの状況をお聞きしながら進めていくと。 いうようよな事業ととししててて定着いい考えております以上でございますなかなか、まあ特にあの情報が多すぎて、出社選択しにくいというふうなところもあります、一方でそのやっておかなければならないさまざまな手続きも、当然、何から何までやらなければならないのかというのが分からない中で、しなければならないという、そして逆にその手続きできてないから申請漏れと。 いうふうなケースも考えられるところがありますし、えーっとまあ、ぜひこのですね、衆、え、参、ー、お会いレターを手渡して、話をされる際には、ぜひそこの部分についてもです、ね、まあ、チェックリストを作るとか、まあ、そういうふうな形で、えーおおまあ、てんやわんやされてるお母さんに対して、一つの道しるべをお渡しするというふうな形で取り組みを進めていただけたらと思います。で特にですねあの 前回の議論の中で可能の限り手渡しで見方や使い方など簡単な説明付きで顔と顔を付き合わせて何かあったらいつでも頼ってきてくださいねというメッセージを込めてこの道具を使うべきだというふうに話をいたしましたでその時点ではまだもう全部郵送でとりあえず先方さんに送るというふうなのがメインではございましたけれどもまあいろいろその議論を受けていただいて平成28年度からはその郵送からいっ そのああの保,保,保育士さんが訪ねられる際に手渡しをして説明をするというふうな形に変えていただきましたけれどもそれ,にそれを変えたことでどういうふうな部分で効果が得られましたか。大泉担当部長あました 先生がご紹介いただいたようにかつてはそういった状況の中で行らせていた分について丁寧に訪問の際に手渡しをさせていただき先ほど申し上げたようなさまざまな情報冊子とかもお渡しするんですがその中から特にやっぱりまずは取り組んでいただくようなものにつきましてご説明するとかあるいはその なんて言いますか、あのライフステージと言いましょうか、あのえまあ何ヶ月、何ヶ月目でどんな手続きをしていただくかとかいうようなですね、ものが一目でわかるようなあのまあ資料もございますので、そういったことの中で漏れがないようなことを含めたですね対応させていただくというふうに状況でございます。あのまさに手渡しをしてご説明をすることによって、まあそういったことがより可能になったというふうに判断していることころでございます。長野福司さん。まあ特にあの児童手当などは。 一定所得制限がありますけれども実際にそれを必要とされているお母さんも少なくありません一方でそのこれ申請を忘れてしまうと手当を受ける際にその申請しなかった分は遡って支給されないと、まあ、こういう残念なケースもありますということはもうあの生まれてすぐ申請しないとその対象としては減額 予定していたお金がもらえないというふうな部分もありますのでえぜひですねこの今お話のその手続きを何と何と何をいつまでせなあかんのかというふうな部分については訪問されてお話をするまあそのお話の中だけではわからなかったり忘れてしまったりというところがあるかと思いますのでぜひそこは図示しながら、えー 相手の方に理解を求めて取り組みを進めていただくべきというふうにも思いますのでそこについても積極的に頑張っていただけたらと思います大泉担当部長あの本当にさまざまな政策制度がございますのでそれが本人さんに不利にならないようにしっかりと手続きを進めていくとことが重要でございますで特にあのまあ妊娠の届けの時からそうなんですがあの お知りいただいたとき含めてですね、我々あの制度案内に関するチェックリストを作っておりまして、制度のモデルながないようにですねチェックをしながらご説明をさせていただくということを取り組みしているところでございます。以上でございます。はい、進行いたします。島本委員どうぞ。え、私の方からはえっ、ー、と児童虐待防止についてですね、えっ、ー、とこれに特化して、えー、今日は聞かせていただきたいと思います。 まずあの、あの今朝,今朝のですね一番最新の全国の数値が、えー、っと、配信されておりましたね、警察庁のまとめで、えーまあ、これ、全国の数値ですけど、あの公表されたのが。 1>, 1月から今年の上半期、1月から6月、児童虐待の疑いがあるとして、児童・児童相談所に通告した18000名の子どもの数ですね、前年度同期比の6851人増の3万7113人と、過去最多になったと。ただこれはですね あのこの近年昨今の児童虐待の意識の高まり背景に警察への通報が増えたためということも見ているということですし、えー、またその中にはですねいわゆるまあ昔の 雷親父的なちょっと子どもに手を挙げるような叱り方もひょっとしたら中には虐待として通報されているのもあるかもしれないというようなことから始まりまた暴言を浴びせるなどの心理的虐待なんかが2万6145人とこれが最も多くて、えーまあ、この中で6割超が子どもや 子どもの前や妻や夫ら配偶者に暴力を振ったり、いわゆる暴力的発言をしたりする、目の前での DV、ドメスティック・バイオレンスだったというような報告になっております。ただ問題は、やはりあのこの中で身体的虐待が6792人、そしてまだ生命の危険があるなどとして、緊急で警察が保護した子どもの数が2127人と。 初めてこれにせ、えー、半期でですね半期で2000人超えたということでありますこのうちやはりあの悲惨なあってはならない死者が19人この19人の中6人がゼロ歳児だったというようなあのまとめの結果が出ておりますまこれを受けてあの京都でのね、えー、まこれ29年度決算でありますけれども29年度のま実態的にどのような 数値的なこと、もしあれば、どんな状況だったのかということをちょっとお聞かせ、まずは、児童虐待に関しては今朝もね平山議員、そして先ほども国本委員も触れられましたし、また、若が会派の津田議員はじめ、代表質問でもこの前も話していました、また教育福祉委員会でもね西村委員ほか、常々質問して取り組んでおりますけれども、その中でも、 あのしっかりと取り組まなければならないということでですね。まずは、えー、京都市の実態、えー、正確なところもし分かれば、えー、ちょっとお教えていただきたいと思っております。中田選対委員長。はい。えっ、ー、と本市におきますあの児童虐待の状況についてあのご答弁させていただきます。平成二十九年度におきましては千七百十六件の相談通告件数がございました。 でこのうちです、ね、虐待と認定された件数につきましては1328件で77%を占めるということになっております。こちらも前年度と比べますと183件率にして約16%の増加というふうになっております。 でまたあの相談通告の経路としましては、やはり今、議員ご紹介いただきましたように、夫婦喧嘩等の面前 DV とかによって、警察が駆けつけたということによることが多いと思いますけれども、警察等からの通告が38.9%と、最も多く、ついで近隣知人、そして学校というふうに続いております。 また虐待認定ベースにおきましても検察からの通告の分が45.5%というふうになっております。また虐待の内容ですけれども認定件数1328件のうち最も多いのが心理的虐待で638件。 続いて、身体的虐待が437件、ネグレクトも育児放棄ですね、245件というふうに続いております。また、虐待を受けた子どもの年齢別ですけれども、やはり全体の約4割が、就学前の児童だったということでございます。そして、虐待をする方のそうですけれども、実の父親が49.2%。 実実の母親がとというようよな実態とな態っております主な増加の要因といたしましてはやはり社会的な関心が高まってまいりまして私どもも啓発に取り組んでいるところですけれども関係機関の認識も高まったことが背景にあるというふうに考えております。 えとさらにあの警察の方もあの慎重になっておりまして、まあ、いろんな面で、面前 DV であるとかまたあの、兄弟が虐待を受けているのをあの横で見るということについても虐待ということになるということなので増えているということになっております。 それでですねあのやはりその背景は何なのかというとなりますとやはりしつけと称して昔は手が出るとか締め出すとかいったような事例は過去からもあったかもしれませんのでそれが顕在化をしてきたということも言えるかも分かりませんが報道された熱海市の事案を見ましても非常に印象化してきているような事案も見受けられるのではないかなと思っております。 やはり社会背景としまして核家族化による子育ての孤立化であるとかまた地域における人間関係の希薄化といいますか家にいながらにして情報交換買い物ができる時代でございますなかなか人と触れ合う機会がないという中でさまざまなところで子育てに悩んでいるお父さんお母さんがおられたりまた障害の あるお子さんはあの育てにくいお子さんがおられるということで、まあ、いろいろと悩んでいる親御さんも非常におられるというところですので、まあ、あの虐待を発覚する以前に、まあ、いろんなところでの地域での子育て支援とかの、えー、強化が必要になってくるのではないかなというふうに考えているところでございます。以上です島本委員、はい、かなりり詳ししいいごご報告、ね、ああがとうございました、あのー 先般の代表質問での我が会派の津田議員のご答弁に、えー、市長の、ね、答弁の中でも、今もちょっとおっしゃられましたけどね、えー、これは、まあ、かつてないほどに子育て家庭が社会の中で孤立しており、いわゆる家族化が進んでいるということかな、そしてまだき、えー、身近な人に相談できないことが大きな原因になっているのではないか、いわゆる地域コミュニティのが。 え少しやはりどん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 希薄になっているのではないかというようなことを市長もそのようにおっしゃられていますし今のご答弁でもそういうようなことありましたまた今までの報道を見ていると感覚的にはえ何かねあの一時は児童子どもの虐待というとえ再婚されてえ実のお子さんではない。 実のお父さん、お母さんじゃない人に、えー、まあ虐待されるというのが多いのかなと思っていましたが今の報告でも実のお父さん、お母さん44%少しということですからやはりあのそういうことは関係なくもうこういう事案が起こっているんだなということも。 ねえー、明らかになりまして、えー、その中でねやっぱり児童相談所の体制ということが非常にねこれもね今朝の、えー、厚生労働省の専門委員会が3日たまたまずっとやはりあの大きなこの問題になっている、えー、例の目黒区の5歳の子どものですね虐待事案の専門委員会が検証結果に関する報告書という中で児童相談所のが まあ、あのこの対応が、ね、ちょっとこの,場合この件の場合はですけども問題をいろいろ指摘しているみたいですね、えー、例えばですけれども医療機関からこの虐待を疑うがあるという情報を提供を受けながら、まあ、怪我の要因や、えー、受傷時期傷を受けた時期が特定できないと保護しようとしなかったとか、ね、一時保護の判断基準となる情報を記入する。 記入するアセスメントシートも作成していなかったとか、まあ、あの引き継ぎが、えー、香川から東京への引き継ぎが、ねまあ、十分できていなかったとかね、まあ、いろいろあのしっかりとまあ適切に対応すればなくなる可能性は低くなっていたはずだと指摘、まあ、それはそうだとは思うんですけれどもね、後になっていろいろ言ってもこれはもうどうしようもないし、またそうであった としてもです、ね、例えば人員不足の問題であったり、体制であったり、予算の問題であったりでね、なかなか批判は児童相談所を受けるかもしれませんけれども、大変な問題、いろいろ抱えてるんじゃないかなと思、思います、えー、思っております、そこで京都の,、ね、あの児童相談所の体制はどんな感じになっているのか。 あの件数もどんどんこれ相談件数増えていると思いますし複雑なケースもどんどん増えている中で児で童、ね、福祉士の配置状況であったりその推移そしてまた今後ね配置の見込みこの辺はどのようにお考えになっておられるかこの辺をお聞かせください中田センター委員長 はい、あの児童相談所の体制に関してのご質問でございます、えー、平成12年11月に児童虐待防止法が施行されまして以降あの京都市としましても、えー、虐待犯と心理支援係というものを新たに設置をいたしまして、えー、強化を図ってまいりました、えー、児童福祉士の配置状況ですけれども24年度は52名25年度は55名 26年度以降は57名ということで、同水位を見ております。 これにつきましては児童福祉法上の配置基準である4万人に1人というのがあるんですけれども本市の場合はそれを上回る2万5千人に1人ということで全国トップクラスの配置数というふうにはなっておりますただ、いかんせんです、ね、虐待件数が増加している中でそれぞれの受け持ち件数につきましてですが虐待犯これは虐待の初期対応調査を行う犯ですけれども この児童福祉施につきましては1人当たり156件、また地域班といいまして、在宅支援であるとか見守り支援等を主に担当するところでございますが、そのうち虐待関連の担当ケース数が124件、心理支援係におきましても69件を担当するというような状況になっておりまして、もちろんその受け持ち件数の中に重い、軽いといった温度差はあるというものの、やはりなかなか、 この体制では厳しい部分があるのかなというふうなことを思っております、ただそのほか、ね、いろいろな連携機関,とのあの連関係機関との連携の中で、えー、適切に対応するような形で取り組みを始めしているところでございます。以上です島本委員 はいまあ、あの配置基準の4万人に1人上回って2.5万人に1人ですか、まあ、倍近く京都市の場合は <laughs> 配置しているそれでも一、えー、人一人の、ね、虐待犯150件前後地域犯とか、ね、120件以上とか、えー、かなりの件数を抱えていてちょっとこれはもう大変な状況なんじゃないかなと思いますがその中でね えっと児童相談所の職員、えー、そしてまた、えーえー、児童養護施設の、えー、施設職員、えー、そしてまたスーパーバイザー、えー、あと児童心理えー、保健師、弁護士、えー、保健・医療などの専門職、そういった、ねえー、方を、まあ、配置している、配置する。 ことも大切だと思いますけれども、この辺のちょっと詳しい配置状況ですね、これがどうなっているのか、そして児童虐待事案に十分対応できているとは、ね、あの今も厳しい状況だということでありますけれどもね、どのような認識を持っておられるか、この配置状況の方も少し詳しくお中田センター委員長。はい あのまず児童福祉士はあの行政職だけではなくあの心理師、保健師、保育士まあ福祉職等々の職種もえ児童福祉士としてえ仕事をしているということでございますまたそのほかにもですねえー言語聴覚士であるとかまた医療の面でえ医師看護師等も配置をしているところでございますまた児相全体の中でまあスーパーバイザーまあこの中にはあの児童福祉士も含まれますけれども全体で15 を配置しているというような状況になっております。 また弁護士につきましては京都弁護士会の子ども県員会の所属の弁護士さんにお願い委託をしておりまして今年度は4名の方に委託をしているということでございますですから人数もしっかりですけれども専門的な知識を持った職員あるいは委託などを絡めまして総合的に対応していきたいなというふうには思っているところでございますただ やはりあの体制の強化につきましてはなかなか厳しい現実もございますただあの国の方からも、えー、緊急対応、えー、示されたところで児童福祉士の大幅な増員ということがあの示されているところでございますので、えー、費用助成にかかる公費負担と、まあ、自治体の財政力ではやはり差が生じることのないように 現在の地方交付税措置としてではなく実質的な補助を国に求めてまいりたいというふうに考えているところでございます。以上です。島本委員、はい。その辺しっかり国にね補助実質的にな補助っていうのをちょっとあのしっかり求めていただきたいと。そして体制強化ねしていかなければこれもうどうしようもない状態だと思いますのでしっかりお願いしたいと思います。そしてまだね児童相談所だけじゃなくて。 まあ、あのこういった虐待事案というのは私も、ね、例えばあの多少なりともこの司会の中からも9人ですか人権擁護委員会というのを任命されておりまして相談と対応に行くとこういう連絡もよくありますけれどもその時も痛感しますが本当にいろいろなさまざまな機関との連携というのが非常に重要だと思います。あの当然虐待の人権侵害的な 相談もありますしまた全然別のこともありますけれども本当にその期間だけでは解決はできないことも多いその中でやっぱり警察これねあの代表誌面のこと弁でも全部が全部やっぱり情報共有するのもいかがなものかという。 ある一定の基準というのもね11月ぐらいですか考えて出されるというようなお話もありましたけどね警察との情報共有に関してはまた11月ぐらいのその答えを待ちたいと思いますが連携ですねしっかり連携するあと教育委員会とか学校とかの連携その辺とかまた児童相談所とか一時保護所においてはそういった教員の方とか警察の OB との配置状況なんかもね進めていくべきじゃないかと思いますが。 その辺はどういうふうになっていますでしょうか。中田千久保子ども若者ハッ局長。虐待についてあの先生ご指摘のようにあの連携が一番重要かなというふうに思っております。特にあの児童相談所の場合はあの今介入といいますか一時保護を子どもをするとか養護施設に入れるとかまあ、切り離す形の支援。 子どもの安心を第一に考えた支援を中心にしておりますので最初に先生がおっしゃっていただきました子育てのしづらさに対する支援というのが非常にしづらい体制になっておりますやはり親から子どもを離しますと親との対峙関係というのが形成されやすくなりますのでその辺で寄り添って支援するというところが関係機関ですとかあるいは子ども博物にあの やっていただくことによってあの猫の,そのしづらさに対する支援みたいなのができると思いますのでそうした観点からもあの関係機関との連携あるいはあの子ども博物室学校との寄り添って子どもあるいは家庭に寄り添った連携というのが、まあ、あの実装には今しづらくなっておりますのでその苦手な部分についてやっぱりそういった部分にお願いするという形での見直しなり検討を進めていく必要があるのかなというふうに思っております。それとあの警察についてやはりあの 激しく拒絶される場合ですとか、あるいはあの安全に関わる場合についてはしっかり連携しないといけないと思いますので、あのそうしたあの子どものことを考えたあの基準を持って、連携を進めてまいりたいというふうに考えております。よろししくお願い,いたします諮問問員、まああのねえー 関係機関との連携というのも非常に重要ですしまた一方でねまた連携連携行っててね実際身をもって時々先ほどの話ですけども思うんですがやっぱりね他の機関と連携してるからこの件はこちらよりもどっちかというとあっちでとかねちょっと振り合いというのはおかしいですけどもねどこの機関もそもそものその機関の自らのらの本業務というのかな とか、まあ、様々な事案を抱えているんですねですからそれぞれがまあ依存とか任せてしまうとか責任の所在の投げ合いみたいになってしまってもいけませんしこの件に関してはやっぱり最後の最後は児童相談所が大切な役割になっておられると思いますのでね、えー、大変ですけどもしっかりとお願いしたいと思います今あの局長からもお話ありましたように、ねあのー、区役所市所育み室のえ、ね、役割京都市はあのー そういったところをね、はぐみ室、区役所、師匠の子どもはぐくみ室をね、子育て世代の包括支援センターとして位置づけて、ま、あの先ほどからもお話出てます、妊娠前から出産、子育て期に至るまで切れ目のない支援を実施しているということですけれども、この体制の充実、この区役所、師匠、育み室の体制、充実については、ね、いかがなものかと。 まあ支える仕組みね、しっかりと構築しなければいけないし、相談窓口の専門職とか、えー、専任職の配置状況とかもあの大切になってくるかと思いますが、えー、この辺のところはいかがなものでしょうか。大泉担当部長 先ほどおっしゃっていただくようにです、ね、本当に実相そのものの力というのは非常に大きい部分がありますがやっぱり普段の子どもの養育本当に子どもを養育しづらさそういったものを誰が支えていくかという部分の中でこれはやっぱり地域であるというふうに考えております。 で特に児相、ねまあ、そのものは、まあ、虐待があった際につきましては、まあ、即時対応、あるいは介入等のです、ねまあ、法的な権限もこうしながらやるわけでございますがあの普段住んでいる虐待を受けた方も9割以上が地域でございますでそこであの先生も最々おっしゃっていただくような、まあ、地域との連携、関係機関の連携をしっかりとしながらです、ね、進めていく必要があるというふうに考えております。 ご紹介いただきましたように昨年、区役所子ども判決を設置してそれを子育て世代フォーカス支援センターともい続けておりますそういった中でまさに地域の関係機関との間で,です、ね、しっかりとその不安を抱える保護者であったりとか例えば発達に抱える子どもさんたちを守っていく仕組みそういったものを関係機関とともにです、ね、情報を共有しながら 気持ちも共有しながらあ会っていく、これが大切であると考えておりますで。そういった中でやはりあの、まあ コンシュージ機能を含めてですね、しっかり傷口つなぐ機能をやっているんですがあのやはり職員の体制というのもご指摘の言い,いたように非常に大切だというふうに考えておりますさまざまな専門職がいる中でもございますがやっぱり人員的な面としてもですね今後やはり多くのまあ虐待を受けた子どもさんに対応していくということを含めてですね職員体制も含めた強化アンクミス必要だというふうに認識でございます以上でございます島本委員。 分かりましたあの本当聞きたいことたくさんあるんですがもう時間の関係であと1つだけにしておきますあの乳幼児の、ね、検診の未受,未受診者受診していないあの虐待防止もう事前に未然に、ね、防止しなければならない観点からそういった受診していない方々のすべての乳児のですね あの状況を把握、これ、しっかりしておかなければならないと思いますし、またその場合のね対応、どうなっているのかということですね、乳幼児、検診、未受診の状態が続いて長く続いているなどの場合、そういったあの対応、どうやってしていっているか、また今後、していかなければならないか、その辺のところ、最後にお答えください。大泉担当部長 あの、虐待防止の観点からもですね。本当はね。乳幼児検診の未受診者の把握、そしてその後の報道っていうのは非常に大切だという,う認識しているところでございます。あのまず、あの検診、まず,まず来場する方についてはですね。その予定者につきましては、あの重機と連動しました。医療システムがございまして、これはまずはご連絡内容に確認しております。で、当日未受診であることを確認した場合についてはですね。これは虐待のリスクもありうるということを念頭に置きつつ、まあ、速やかにま保健人が。 訪問あるいは電話での連絡と含めてです、ね、必ず連絡を取って、次の受診監修につなげておりますで、なかなかそれでも受診されない方もお,りますのでおられますので、場合によってはあの、アポなしで近くまで行って訪問するとかいうことを含めてです、ね、さまざまな機会をとらえて、受診を監修する、あるいは子どもさんの状況なんかについてもです、ねまあ、確認していくという仕組みを取っておりますで、そういった中を含めてです、ねあの、しっかりともう100%子どもに会うということをです、ね、念頭置きつつ、さまざまな 事業あの制度を展開しているところでございます。以上でございます。はい。進行いたします。小田委員どうぞ。よろしくお願いいたします。あの今もまあ子どもを取り巻く大変過酷な状況についてのご質問がありました。改めて一人一人のまあ子どもが大切にされ、そしてあらゆる暴力からまあ子どもを守り、子ども自身がですね。 えー、自らの力を、まあ、醸成していくような、まあ、そのためにはあのー、文化的な取り組み、まあ、そういった、えー、子ども自身があらゆるこう文化と触れ合い、体験を通して成長していくと、まあ、そのことを一つ具現化してきた、まあ、京都子ども文化会館、まあ、これについてあの質問したいと思っております。あのー、決算年度の扶養額はまあ400万円とということで えありますけれども、えー、先日来、えー、あり方懇談会のま報告書がま出されました。えー、すでにま京都府議会でもこの報告書に基づくま議論も行われております。でここでま報告書ですけれども、まあ、現在地で今後ま多額の税金をかけて大規模改修や施設建て替えを行うことに。 まあ多くの府民、市民の理解を得るのは難しいのではないかと言わざるを得ないと、まあ、このようなことを報告をしているということなのですが、まあ、いささか感傷的とも言えるようなこの文と、その根拠について、いくつか認識を伺いたいと思います。でまず、えーまあ、京都府はです、ねえー、府議会で 多額の税金をかけないと、施設が安全に利用できない状況で、この施設をどうしていくのかの意見を聞くことが、まあ、今大会の趣旨だとまあ述べております、そして、え耐震改修をする際は、約10億円必要になるというふうに、まあ、こういうことを示しているわけですが、まあ、この10億円という額面の積算根拠、詳細については不明でありますが、 まあそれならばですね仮にもしそうだとするならば、府市がこの間、折半で運営費用ああ調達をしておりますけれども、それぞれ府と市で5億円ずつを負担して回収していくと、耐震改修を実施すると、このことを私は正面から求めたいと思いますが、いかがでしょうか。上 はいえーまあ、この文化会館につきましては、えーまあ、会館の老朽化、耐震性の課題を抱える中、府、えーまあの外部有識者からの在り方の検証で見直すべきということもあり、えー、この度の懇談会を設置して、えー、検討をしてきたものでございます。 えーまあ、あのその中の,このなんかの資料にも出ておりますが、えー、今、改修に修繕にかかる経費が約10億円、えーまあ、耐震化工事そのもので2.2億円そして大規模な改修で7.8億円。 大規模といいますのは、空調やそれぞれのホール、照明、音響、さまざまな施設の改修でございます。そのような資料も、懇談会の中で見ていただきながら、議論をしていただいたところでございます。懇談会の意見を踏まえて、今後、府市でどういうふうに取り扱っていくのかというのは、今後、検討していくことになっている方でございます。 それで,です、ね、まあ、京都府のほうはです、ね、あのまあ、市議会でも議論してまいりましたが、まあ、子どもを冠した施設というものは、大変希少なものであるという認識のもとに、あの全国でこうしたあの施設というものはあるのかと、まあ、いうことを、我が党の議員が質問しましたが、 東京の子どもの城が3年前に廃止されたという情報以外は、えー、取り立てて認識していないとまあ、このようなご答弁です京都市はいかがでしょう把握していらっしゃるでしょうか上田部長、えー、子どもの文化振興はまあそれぞれの都市で、えー、その様々な取り組みの中でやっていっているものでございます都市の人口や、えー、規模状況とも違います えーまあ、基本的には、まああの,都市の例が、まあ、京都の開館のあり方を検討する上でまで、あ、参考にはなる可能性がありますけれども、まあ、結論を左用するような要素にはあのなるとは考えにくく、えーまあ、当館が置かれている現状その他京都市、京都府の現状を総合的に踏まえて、えー、検討すべきものと考えております。 他、まあ、都市の例ももちろんあの全く知らないわけではないんですけども、えー、文化科学館として文化と科学を合わせたような会館にされているところや、まあ、他の施設と合築で、えー、されているところあるいは、まあ、あの各地域の児童館に準じたような施設で進行されているところ、まあ、各地さまざまな取り組みでございますので、まあ、一概には他都市のことが参考になるとは限らないとも思っております以上でございますしかし、まあ、全国でですね 昭和54年の国際児童年を記念し子どもたちの芸術文化の総合活動を奨励育成し優れた芸術文化の公開普及を図りもって子どもたちの豊かな文化の振興とともに健全な育成に寄与することを目的とした、まあ、この府市協調事業ということでは大変全国的にも注目をされ その後さまざまな形で今述べられたような、まあ、あの具体化が各地で図られてきたということだと思いますでそこでですがところが今回ですね、えー、これは京都府での議論ですけれども、えー、このような紹介がされています、まあ、京都市が示した資料の中に児童館や青少年センターなどの代替施設を積極的に活用されているなどというようなご説明があるんですけれども 京都市はじゃあ,あの京都市が、えー、示した資料児童館や青少年センターが京都こども文化会館の代替施設と考えているんでしょうかいかがですかで合わせて、えー、今ある市内の児童館や青少年センターで例えばバレエのレッスンや発表会こういったものが行われている実績はあるのかどうかこれについても今この場でお答えいただけるようでしたらお願いいたします。 上田部長はい児童館につきましては京都市で昭和57年こども文化会ができた当時は39施設でしたが、まあ、現在131施設になっておりますそして青少年活動センターにつきましては施設数は変わりませんけども、まあ、勤労青少年の施設から今は中学生以上を含めた施設として運営されておりまして、まあ、音楽やダンスの練習や発表 などもされていいるところでございま,す、えー、まあもちろんあの、まあえー、児童館青少年活動センターで、えーまあ、日常的な練習の取り組みや、まあ、小規模な活動はできますけれども、まあ、大規模な発表等をする場合はやはりあの文化会館その他の施設になると思いますので、えー、それはあの京都市内さまざまな文化施設もできておりますので、まあ、その辺りとお、まあ、使い分けて、えー、皆さんは、えー 利用していただいていると考えております。古田委員。はい。あのそうしますと、えー、まあ児童館や青少年センターも当然、えー、子どもやあ青年たちのカスノード場ということはあるけれども、しかし今子ども文化会館が行っているその機能すべてをこれ代替すると単体で代替するものではないと、まあこういうご認識だということで賜ってよろしいですか。上田部長。 え、そうですね。まあ児童感染年活動センター、あその他ああさまざまな施設ううがこの文化会館とまああの同じような機能はになっているというふうには考えております。え、間もなく3時ですけれども、久保委員の質疑の終了後に休憩に入りたいと思いますのでよろしくお願いいします。黒田委員。はい。黒田さんの区防その次の久保委員の質疑終わり次第。 田はい、あのすみません、今、ちょっとね、あの意味がちょっと、えー、分かりづらい、えー、状況があったんですけれども、あの要は、えー、児童館や青少年センターがあの増えたことは分かっています、ただ、京都子ども文化会館で今、さまざまな運用がなされていて、 いいろんな団体の方が幅広くお使いですよねでもちろん当初使われていた使い方とは少し応用されて、えー、広げてこられたでそれは今の事業者がさまざまな取り組み努力ですね運営努力もする中で非常に多様とな使われ方がしていると思うんですけれどもただ、えー、青少年センターや児童館というそれぞれのものが 今京都子ども文化会館が担っている機能を全て吸収できるようなものなのかそこはどうですかということなんですけど小林部長、えー、全て吸収できるということはないと思っておりますまあ、あの大きなホールで、えーまあ、燃催しとする場合はあまあ、青春の活動センター児童館にそんな大きなホールはございませんのでまあ、そのあたりの部分はまた違う施設が担っていくのかなというふうには考えております和田委員 あの京都子ども文化会館ですけれどもね、あの要するにそのスペースであるとか、それぞれでままず代替ができるかどうかっていうこと自体がですね、私はまああのとてもナンセンスだというふうにあの思っています。でましてやですね、あのまあ、京都市内の児童館や青少年センター等に。 以前、京都こども文化会館の利用されていた団体などもですね、一定、意向が図られているとかいうふうなことが、まあ、あのこの報告書に添付されている資料等々の中でもですね、あるいはご説明の中でもまあ出てくるわけですけれども、まあ、しかし、今おっしゃったように、児童館で行われているじゃあ、文化行事の内容は何かと見ますと、まあ、これはこれで多彩でして、 確かにダンス系もありますが将棋や習字手芸者道と今こういったもの青少年センターで行われている内容というのは、まあ、ライブ演奏音楽活動などが主体なんですよねですからあのやっぱり京都こども文化会館で今行われている文化行事をそのまま当てはめられるようなものではないと私は思いますでさらに、えー、実際示されている この資料の中でもしっかりと書かれておりますけれども、多人数が舞台に上がるバレエ、それから合唱など、こういった形でホールを利用する団体などからは、京都こども文化会館は総じて高評価であると、これは利用状況を調べる懇談会が行ったアンケート調査結果の概要にしっかりと示されております。私あの こ,このことこそですね、京都子ども文化会館が担っている機能としても、大変大事だと、こういうふうに理解をおくのが適当だと考えるところですけれども、いかがでしょうか上田部長、はいあのまあ、舞台等で発表される部分につきましては、あのまあ、京都の中でも文化会館、ロームシアター、まあ、コンサートホール、まあ 不立のフミンホールであるとか、さまざ、あ、まなホールがございますので、えーまあ、そのようなあーホールと、えーまあ、同規模なところもあると思いますし、まあ、もちろん施設によっては大小さまざまございますけれども、えーまあ、そのようなホールはあの、まあ、児童館や青春年活動センターにはございませんが、今申し上げました施設には、えー、あるというふうには認識しております。小田委員はい、あのー。 あっちにもこういうものがあるこっちにもこういうものがあるというふうに、まあ、お示しになられようとするのかと思うんですけれどもやっぱりその一体のものとして、えー、子どもの文化活動を主体としたこの快感が担ってきた機能というものはこれはもうどこ探しても代替するものはないというのが私はの結論だというふうに思っています。 えー、利用頻度が減っているであるとか、使いにくいであるとか、まあ、そういったことがこの間、あのわずか3回しか懇談会開かれてないんですけどね、しかも1回、2回をやった後、えー、3回目までは1年間半、これだけの空白期間を経て3回目でまとめられているというものでありますが、あのその中であの、例えばこの座長のまとめ発言でも、 利用者、農家の取り組みについてもいろいろと検討してきたとで、検討にあたりアンケートも取ってきたが、利用しなくなった人の意見を見ると、交通の便が悪いであるとか、駐車場が問題だとか、ホールの規模が合わないとか、そして今の施設を改修しても戻ってくる見込みはないなどと、まあ、こ,うこのようなま,あまとめをされているんですけれどもね。でも実際に 懇談会が取ったアンケートを改めて見ますと、そうではないというふうに思います。例えば、施設を利用している方に向けてのアンケートが取られていますけれども、これはですね、例えば、今現在利用している人の74%は再度利用したいと明確に答えておられます。そして 質問で利用したいが利用しにくいところがあるという質問があるのでそれでイエスと答えた方は24.4%なんですけれどもしかしこれは利用したいんですよね改善された上で再度利用したいという回答ですからこれ合わせると利用者の99%が使い続けたいとこういうふうに答えているという事実です。 でこの要望を京都市としてどう受け止められるのか、いかがでしょうか上田部長今段階の第2回目と第3回目の間に、今、紹介もありましたようなアンケート調査、今、施設を使っている団体へのアンケート、そして以前使っていたけれども、使わなくなった団体への調査、ヒアリングをしておりました。それれと今ご案内されましたの、まあ これからも使い続けたいという方は確かに今、利用している方の中には行っていらっしゃいますがその先におっしゃいましたこの会館に戻って使う予定はないそれは会館の状況あるいは駐車場交通の便の状況から戻る予定はないというそれは使わなくなった団体のまとめのところでございますですから当然今、使っていただいている団体については一定あの,あの 利用を尊重するというか、ですね、えー、それは大事であろうということは、この回のまとめでも書いていただいているところでございますので、えー、まあ今後の検討の課題というふうには考えております小田委員、はい、あのしかしです、ね、でその、えー、まあ回収がされたとしても、もう利用はしないとお答えになられた団体は、これ、1団体だけではなかったですか、いかがですか。 あなたが答弁されますか小枝部長ちょっと詳しいあの、えー、細かい数値まではあの持っておりますけどあそういう直接答えられたのは1団体でございますけども、えーまあ、利用しにくいところがあるというように答えている団体も19団体、えー、おられます黒田委員はいあのもうすでにですね 他で、えー、適切な場所ということでたとえ改、ー、修、まあ、されいろいろなことで改善が図られたとしてももうすでに今利用しているところを使い続けますとそういうお答えをされた団体は維持団体だけでありますこれは重要な事実ですで利用しづらいってそれはもう多岐にわたりますだってもうトイレだって全部早く洋式化してくださいっていう声が出ていたじゃありませんか まあそういうことをきちっとやって、ですねだから私はいろいろと利用者同化の取り組みについて検討してきたって言いますけど、検討できるはずないんですよ、わずか3回の本段階で。私は本当にね、こういうことこそしっかりと真剣に、不死で検討をして、そして例えばこういうさまざまな審議会を設けて、意見を聞くというのであれば。 それを示すということがあってしかるべしだというふうにあの思います。あの全国的にも貴重な京都子ども文化会館をですねわずか数回の懇談会のまとめをテコにですねこれ廃止するなどということはも絶対に認めません。これはっきり申し上げたいと思います。ま何故これこの間まあ文化庁を誘致するということでですねあのさまざまな期待が 県伝もされている面ががありますがしかし一方で貴重な全国的に見ても、えー、子どもを冠した文化会館というのはないわけですでこの子どもの文化活動を、まあ、たとえ1ミリでもですね私は交代させることがあってはならないというふうに思っていますでしかもあのこれはまあ、えー、京都府の、まあ、方針計画ですけれども、えー、この間 え下鴨地域にあります旧総合資料館、まあ、これが廃止がされまして、えー、北山文化環境ゾーン、まあ、こういう施設整備構想のもとで,で、すね、えー、歴祭館がこれが設置をされたと、でここの辺り一帯、まあ、にぎわい施設ゾーンにすると、まあ、その一翼にまあ文化施設もね、 ま、つけようかというようなことが、ま、検討されているということですがあの私やっぱりあの京都子ども文化会館が担うべき機能というものをもっと十分に検証しそしてた,たくさんの方々の意見のもとに、ま、これから将来的にです、ね、もう子どもの文化の、えー、体験できる場発表の場それからあさらにこう未来的なものをどのように作っていくのがふさわしいのか望ましいのか。 大変厳しい状況下に置かれている子どもの問題がこれだけ議論される今議会ですよ、そういう子どもたちの実態にもやっぱり正しい心を寄せて、ですね私はやはり子どもに関わるこの文化施設というものをしっかりと堅持するということを求めたいと思いますが、いかがでしょうか。上田部長、はい、あのの段階は3回でございましたけれども、まあ、その間 今、紹介しましたのはアンケート、いろんなヒアリング、あるいはさまざまな府市での検討も進めておりますしまた、今回の懇談会の報告書を踏まえてですね府市でどうしていくべきかというのはしっかり検討はしてまいりますけれども、まあ、ただ、利用者数がピーク時の半減している。 伸びが見込めないという状況の中で、えーまあこの大会がさまざまな観点からご意見をいただいておりますので、えーまあ、それをしっかり踏まえて、えーまああの、検討してまいりたいと考えております委員、はいあのまあ、利用が、ね、見込める、見込めないというのは、いかにもこう商業施設の誘致の話をしているかのような錯覚を覚えます。やははりそううででないということとこすね でそれから、えー、京都府での議論を見てますとね、ことさら、まあ、広域性に欠けるということが出てくるんです、立、ま、地、あの関係で、近傍の方しか使ってない市民じゃないかと、京都府の施設でとして、いかがなものかという論なんですが、しかし、これも乱暴な議論だと思うんですね、例えば京都市の施設でも、子ども未来館、まあ、私ども、上京区でも同じようなものが欲しいねと。 まあみんなが絶望していますでもあの子ども未来館だってですねあれ京都市それはもちろん地域皆さんのものですよみんなが使ったらいいんだけど使い勝手からすると近傍の方々がお使いやすい当たり前じゃないですか、まあ、こういうこともね私はやっぱりもっときちっとね検証しないといけないというふうに思うんですね、えー、なんだか今のままですと、まあ、京都府はですねもともとこれ何とかして 手を引きたいとでそれにまるで,です、ね、便乗するかのような、ね、京都市の姿勢のように見えるんですね、どうしても。京都市としてしっかりこの文化会館をその内容、作ってきた経過、その検証も含めてです、ね、あのあの私はあの、まあ、今も陳情も出されておりますがこれは引き続きの議論になりますけれども存続をしそして、充実をさせていくと。 いう立場をしっかり取っていただくように求めて終わります進行いたします後院どうぞ、えー、すみません3時待っておりますけれども私は17分でございますので、えー、もうしばらくお願いしたいと思いますあの私の方はですね、えー、子どもの育成支援ということで まあ、子どもの居場所づくりの目的でございます、えー、学童クラブ事業とです、ねえー、放課後学び教室についてです、ね、お伺いをしたいと思いますあの常任委員会でも少しあの議論をさせていただきましたけれども、えーまあ、児童クラブの登録児童数の推移を見ましても、まあ、ここ5年ぐらいはです、ねまあ、急増といいますか、えーまあ、す,ごすごい勢いでこう伸びているわけでございます、えー、それに伴いまして、えーまあ、職員の配置をする、えー、クラスを増やす また場所面積をです、ね、確保していくと、こういうことでまあ対応してい,るいただいているわけでございますけれども、まあ、その大きな要因としてはです、ね、やはり共働き家庭がです、ねまあ、一気にあの増えてきていると、そしてあの27年度からはです、ね、4年生、5年生、6年生も加わって、まあ、大きくです、ね、あの増えてきたと、こういうことが言えるわけでございます。あの29年度決算を終えまして えまあ今後五年間ぐらいでですね、えー、の推移としてはですね、どう見ておられるのかということをまずお聞きしたいと思います。渡部長、学童クラブの利用者数については、えー、まあここ数年増加傾向でございますので、えー、まあ来年度までの、えー、このプランにつきまして昨年度あのまあ増改定をしたところでございます。まあそれ以降のまあ年度の推移についてはまだあの。 検討しておりませんけれども、えー、まあただ少なくとも今年度来年度今は増えていっている状況であると考えております。久保委員、まああのこの水位を見ましてもある程度まああのはですね、あの予想されたと思うわけでございます。まあ数年数年はですね、あの増え続けるわけでございますけれども、まあ中長期的ににはですね、まあ将来の予測もですね、あのしていかないければならないわけでございますので、まあ今からあのやはりこのあるべき姿 方向性をですねあのしっかりあの占めていくことも大切だと私は思っておりますあのそれからあの次はあのこの使われる側が、まあ、利用者の負担ということでございますあの学童クラブの利料金のえまあ平均はですね、えー、まあ代々月6000円ということをで聞いておりますあの 階層別にはですね、えー、デーの6が17.3%で9300円デーの5が14.1%で8400円、えー、それからまあ,あの保護所帯が13.8%それからあのデーのですね7が10人 .4% で9800円ということでございますあの利用される側もですねあの、えー、働いておられるご家族の負担もですね私はかなりですねもう かなりの負担感があると思うわけでございますあの階層区分を見ましても、デ4からデ8、7300円からですね1300円で、だいたい67%、7割弱の方がですねこの階層におられると、私はあの確かに子どもの居場所づくりということで、あの今回、あのずっとですねあの頑張ってきていただいているわけでございますけれども、一方ではこういうこの家庭の負担みたいなことが、ね、非常に多くなってきている。 こういういいことを思いますあの,もうこのご家庭の負担としてはです、ね、非常にもう限界に来ているのではないかなと、私はあのそういう認識をしているわけでございますけれども、その点の点認識はどううでございましょう部長、えー、学童クラブの利用料金につきましては、所得能力に応じて料金を設定しておりますけれども、 まあ、国の補助金の交付に、えー、の考え方につきましては、えー、総経費の50%と、えー、なっているところ、京都市はそれよりもかなり低く抑えておりまして、まあ、30年の予算ベースで23.1%ということで、えー、国基準よりもまあ安い設定にはなっております。まあ、それでも、あのあのまあ、家庭によっては、まあ、もちろんあの負担感はあるかもしれませんけれども、まあ、実態としては、えー、そのようなことでございます。 学童クラブの,この財源スキームはです、ね、基本的には国、府、市がです、ね、この3分の1つずつ負担をするとあとは保護者負担で賄うとこういうことでございます30年度の,この予算を見ましても総経費が38億円ということで国が7億円を出しまして府が7億円を出してです、ね、通常であれば市が7億円なんですが今言われましたように23点玉ですかね。 ということあと、両金に反映するということがであのなかなか厳しいということもありまして、市が15億円を出しております、で保護者負担が8.8、ね、億円ということで、今、こういうことになっているわけであります、それから冒頭に言いました、ここ数年です、ね、児童の登録の児童もです、ね、増え続ける、とこうなりますと、市の負担もです、ね、この増え続けるわけでございます。あの、えー まあ市の増え,る増え続けるわけでありますけれども、現行よりもです、ね、保護者の,この負担、この料金をこう下げる、この現行のスキームではです、ねこの、もう上げるわけ、上げるしかないわけでございますあとは虫が負担をするしかない,ないという、こういうスキームでありますけれども、ちょっとここの、まあ、見解といいますか、もう下げるという選択肢はですね、 私は非常にあのいろんなお母さんのお声も聞いてもですね、非常に負担感がある、小学校での負担もある、あのあの給食代もありますけれども、そういった実費負担があると、こういう中でですね、のここの考え方みたいなことはですねどう考えておられるのかということをあのお聞きしたいと思います。上田部長。 え厳しい財政状況の中で今すぐ下げるとかいう検討をしているということはございません。緊張は以上でございます。福保委員、はいあの今あの学童クラブ事業はあの現在施設173箇所165学区ということで、まあ一つはあの児童おあ学童クラブ事業ですね今言いました。それが二つ,つはあの従来館、三つはあの 子育て支援の機能がありますけれども子どもの遊び場の場である生活の場であるまた子どもたちのこの居場所であるとこういうことであります30年度は1万4千人が登録されておりまして全小学校で6万1千人おられるわけでありますとなりますと5人に1人がですねこれ行っているわけであります今共働き世帯がですね2016年の統計では大体61%とこういうことが言われておりますけれどもこれ半分にしてもですね 3万人以上ということでありますから、あとの半分はですね行きたくても行けないのか、まだどこに行ってるかと、こういうことでありますから、そこのことをですねもう一度、これからですねやはり中長期にわたって検討するときには、ですねあのもうこの親御さんの負担,負担感も非常にあるで、こういう現状がある、この中でどうしなければならないと。 かかととといいいいうことをですすねあの考えてなななければならないと思いますそれからもう一方ではですね子どもの居場所づくり事業ということで、えー、同じ機能の事業としてですね学校の放課後で放課後学ぶ教師という事業がございます29年度の決算ではですね1億3500万登録の児童数は、ね、大体1万3000人先ほど言いました1万4000人 の裏返しがこっちに来ているのかどうか分かりませんが、1万3000人おられてですね、えー、おられてですね、えー、大体50%ぐらい出席しているとこういうことでございます。週3日から5日で学校のボランティアの方が約2000人ぐらいの方がですねあのボランティアで参加していただいております。地域のの人学校の方 があのえー、お世話してていいただ宿題をする、予習、復習をすると、また遊んでくれると、こういったことをしまして、時間帯としてはです、ね、2時半ぐらいから6時ぐらいまで見てくれると、こういうことでございます。そしてなんといってもです、ねこれ、利用者負担がです、ね、全くゼロです、無料であります。であの今国の方もです、ね、放課後 児童クラブ生活の場とです、ね、放課後学び学習の場をです、ね、一体化ということを推進しておりますあのご家庭の子育てて教育負担の軽減も含めてです、ね、あの子どもの居場所づくりとしてこの放課後学び教室をです、ね、私はもっとこう充実強化すべきではないかなとこう考えておりますけれどもこの点どうでございましょう上田上田部長 はいあのまず学童クラブにつきましてはまあ待機児童、待機児童ゼロを継続いたしましてまあ希望者を受けるべくしっかり取り組んでいきますしまあ先ほどの面積基準等もしっかり取り組んでまいる所存でございます。ままたあの放課後学び教室につきましてはえ 優勝ボランティアによるスタッフでえ運営していただいておりましてえまあ利用料はまあ保険代の,まああのまあ数百円ということでまあそういう利用料としてはございませんけどもまあそれぞれえ学童クラブ他お学び教室全社はまああの中間留守家庭の運、え、営、ー が対象でございますしほかまで教室は放課後の、えー、まあ、子供たちのまージュ的な学びの場としてまあ週3回から週5回、えー、まあ4時半5時夕方まで運営しているものでございますのでまあそれぞれ目的が状況は違いますけれどもまあ、連携するところは連携して事業の連携協力は進めている状況でございますしまあ双方がましっかり、えー、まあ保護者子供のニーズに合うようにこれからも検討を進めてまいりたいと思っておりますワイン あの今放課後学び教室はですね今全164校で実施をされておりましてまあ地域ボランティア、チーフの方がえ1時間で800円でサポーターの方が700円ということで約2000人の方がああのやっていただいておりますけれどもえまあ特に今あ、のあの小学校のですねやはりあの学童クラブの登録でも少ない5年生、6年生えなどはですねやはりまあ塾に行ったりですね してているるこうなってるわけでございま,す、えー、まあここのですねあの例えば放課後学び教室などをですねしっかりと学校の放課後学び教室に5、生や6年生なんかも登録してもらってですねそしてまあこの宿題をするということだけでなくてですね、えー、単に一緒に遊ぶとか、えー、まあそういうことだけでなくてまさに5年生6年生高学年でございますので、まあ、学習の場にしていき ま確かなこの学力の場にしていくべきではないかなと、こう私は思っております。あの子どもの居場を作りということと合わせまして、確,確かな学力をつけていくということ、非常に大事であるわけでございまして、そのことが中学校に入りまして、学力の差を埋めることにもなりますしいわゆる中止ギャップを防ぐ、またこの不登校をなくす。 学力の差でですね、非常に、まあ、学校が行きにくくなる、不登校になる、こういったケースも非常につまつきもあるわけでございますので、私はやはりこの小学校の5年生、6年生をですね、どうしていく、どう居場所づくり、また学力も含めて、こうしていくことが大切ではないかなと、こう思っております。あの今、中学校の方ではですね、あの未来サディスサポート教師というのが全校で実施をされておりまして、補習、復習、 また、このえー、あのこの試験前の勉強をするとこういったこともされているわけでございますのでここはちょっと教育委員会のの方に入ると思いますけれども教育委員会と連携してもらってですねどうか放課後学び教室プラス小学校版の未来スターディ・サポート教室みたいなことをすればですね、えー、あの塾に行かなくともですね しっかりと勉強できるわけでございますのであのこういったことも含めましてあの今、そういうときにまあ聞きているということも思うわけでございますのであのよろしくお願いをしたいと思いますあの次はですね若者支援ということで子ども・若者総合支援事業についてですね お伺いをいをたしますあの困難を有する子ども若者に関するワンストップ相談窓口としてです、ね、京都市子ども若者総合相談窓口として今中御用にございます青少年活動センターとパートナーの2か所で今、あの 支援がです、ね、行われております長越の青少年活動センターについてはです、ね、0歳から39歳ということで,で子どもパタートナーについてはです、ね、小学校、中学校、高校ということでまたあの引きこもりの地域支援センターもですね兼ねていただいておりまして。 中業については39歳までということで、心の増進センターについては40歳以上も見ていただいているわけでございます、あのちょっと29年度のです、ね、相談実績、内容についてです、ね、お教えていただきたいと思います上田部長、えー、子ども・若者総合相談窓口の29年度の相談件数は559件で、まあ、過去最高となっております。 えーまあ、相談の内容は、ひ、えーまあ、きこもりという分野が一番多いですけれども、その他、就労に関すること、まあ、進路に関すること、まあ、家庭の問題に関することさまざまなあ相談に対応しております。 あの今部長言われますように引きこもり相談がですね33%就労が17%また進路が15%不登校が11ということでございますあの相談内容で今引きこもりの相談がですね非常に多いわけでございますあの国の調査でもですね引きこもりがですねあの 15歳から39歳で約54万人おられるということでありまして 1,、1コンマ57%で、京都市で推計をいたしますと、約7000人ぐらいおられるということであります。あの社会的引きこもりが非常にあの多いということもありますので、ちょっとしたまあつまずきでですね、きこもってしまう、えー、まあ非常にあのこの息の長いあの取り組みが必要であるわけでございます。あのまあここの、えー 今あのこの相談センターさんのですねあのし、えー、寄り添う支援ということをしていただいているわけでございますのでここのことをちょっとご紹介いただきたいと思います。上田イダ部長、えー、この窓口の支援コーディネーターがですね、えー、まああのそれぞれの悩みを抱えている青少年寄り添いまして、えー、場合によってはあの。 まあ自宅を訪れたりともにえ行動することも含めましてえ寄り添い型、見守り型の支援をまあ7名の支援コーディネーターがえー推進しているところでございます。ごはい、あの今、全国的にもあのこの京都市の取り組みはですね非常にあのアウトリーチもしていただいてあの本当にこの池の長いですね長期的なあの寄り添う支援をしていただいているということであの非常に。 心強いわけでございますけれども、今、だいたい引きこもりがです、ね、平均4.3年ということで、1年から3年が25%、10年以上がです、ね、23%あると、こういうことも出ておりますので、あとちょっと要望でございますけれども、 今各青少年活動センターですね、今、これ、中業でやっていただいているわけでありますけれども、各青少年活動センターで、ですね今、相談事業もされているわけでございますけれども、例えば、巡回でですね、こういったこの新コーディネーターの方が来ていただいて、引きこもり相談ができないかなと、こういうことを思っております。あの引ここもり問題はですね非常に大きなこの 問題でありますけれども、またそれとともにです、ね、非常に身近な問題でありまして、あのどうしたらいいのか、またどういうことをしたらいいのかということをです、ね、非常に悩んでおられるあのご家庭の方をです、ね、あのよく見るわけでございますので、もう何かきっかけがあればです、ね、大きく変わったりもしますしまた、この寄り添支援を通じまして、あの長期的なです、ね、この一緒になって考えてもらうと。 まあきっかけ作りも含めてですね。あのこういう各青少年活動センターでですね。巡回のことができないかなと思っております、えー。何かあればよろしくお願いします。質疑の途中ですが、何時休憩をいたします。再開時刻は午後三時五十分といたします。